はい、皆さんこんばんは。というわけで本日の配信始めていきたいと思います。だいぶ開始が遅くなってしまって申し訳ありません。めちゃくちゃ眠ってなって眠くて寝てました失礼しました。だいぶ元気になりましたのでね、ちょっとぼちぼちやっていくかということで、何やるかなーってちょっと一瞬、なんか今ならオパルやっても許されるかもと思った気になったんですが、いや、ただでさえ水木休んだやからもう今回絶対予定通りやるぞと思ってここに来ました。というわけで今までのあらすじ、なんか竜となんか仲良くするぜ同盟みたいな式典開こうとしたら二度も邪魔され三度目今度は安心して開催できそうやでって思ったら、すっかり調子に乗ってた、ステニアンが乗っ取られすごい邪竜にヘイトがたまる、かっこエスティニアにヘイトがたまるという結果になって、どうなるのこれからみたいなところです。で、私がアイメリックさんに他のほら、一緒に戦ってくれって言われて、キュンジにしたっていうところが、前回のベストシーンですね。はい。なんだ、ベストなんてやって言いたかったらうまく言えなかった。じゃあ、行きましょう。アルフィノ様があなたお探しの様子でしたよ。で、中入ると。中入れてください。ハーランさん、こんばんは。今日はね、FF をやっていきますよ。FF はね、やっぱね、ちょこちょこやらないとね。ということで、ちまちまやっておりますわ。はい、ちょ。で、にゃんこデクソさんもコンロでございます。私今あれだわ。ちょっとコメント反応が遅い状態になってるわ。ちょっと調整するから待ってね。よし。これで大丈夫だといいなちょっと待ってね。好きにいろいろやってください。ハーランさん、ありがとうございます。いやもうね、いつもみんながね、そうやって言ってくれるからね、ついついね、私も甘えちゃって好きかっていつもさせていただいておる状態でございますよ。本当に。いつもありがとうございます。今は、タタルちゃん。よし。釣りゲーしてるんですか？釣りゲーってあれなんかリアルな感じの釣りゲーもあるじゃないですか。あれどうなんでしょうね。どうなんでしょうねっていうのもなんかちゃうけど。なんか私は釣りゲーやったことなくて、ミニゲームで釣りはやったことあるんですけど、ルアーとかいろいろ考えてやったりするんですかね。なんかこう、わかる？こう、クイクイクイってやるんでしょもうすごい、にわか知識。前日行われた記念式でのこと言う。微増部位。釣りゲー、それは DVD だな。釣り違いだな。あー、なるほどね。実際リアルもやってはるんですね。いいですね。石ガルドまで来てくれるのです。はい。ですです。なんか、急に見切りに入ってる。釣り、リアルの釣りって、あれですよね。アイユの塩焼きさん、こんばんは。先ほどはどうも。マジ、めんごやでということで。忘れられた基地に行かないといけない。逆に、やっぱ食べられないものしか釣らないぜみたいな人もいらっしゃるんですかね、やっぱ。そういう、ということは。なんか、そういう人もいるのかと思って。なんか、ほら、海釣り、川釣り？何？沼釣りってあるの？沼釣りはないか、さすがに。沼では釣れへんか。なんかいろんな釣りありますよね。ああ、なるほど。バス釣り。あ、確かにバスは食べられ、あれ、バスって食べれんのかな？バスってさ、頑張った魚にあげたら食べれへん？違う？
沼、なんかほら沼にも一瞬魚住んでるかなって思って、だから沼釣りって行けるかなって思いました。あれみんななんか実はあーわかるわかる、俺も言いそうになるんだよねみたいな、あのそういうの全然いいんですよ、あの遠慮なく言ってくれても大丈夫ですよ。あれあれすごいダメージ受けてる、高いところから降りて。あ、こっちか。私はイアストラちゃんから話を聞く。あー、あ、バス、ブラックバスって毒あるの？私ただ、あ、でも確かに見た目なんか緑色ですもんね。あ、ごめん、動物の森で釣ったやつの見た目しか知らんの。本物見たことないんだけど、なんか、動物の森とかだとなんか硬い緑の衣まといし、あの緑の衣まといしみたいな。あ、バスにはないの。なるほどね。バスはあれみんななんで食べないんだろうね、バス。あ、バスも食べられるんでしょ。じゃあバスも食べたりせえんの。ああ、なるほどね。そういうことね。オッケーオッケー。なんかあの緑色の感じがね、また動物の森かいって話だよ。動物の森だと緑色の、なんか衣まといし、魚やから。確かになんか見た目的にはあまり美味しそうには感じない魚ですね。美味しくない気がしますね。確かに。そうか。バスは毒ないけど、他の、ハランさんは毒のない魚についてもそう、毒抜けば食べれるやつもあるけど食べないっていうお話ね。オッケーオッケー。やっと私、今、日本語が頭が追いついたよ。まだ寝ぼけてるかもしれん。じゃあ、ククルちゃんの話を聞きましょう。そうなんだ。やっぱそういうなんか手入れが大事なんだね。待たせてしまったかな。あ、なんか急に音声入ってる。私飲み物飲めるわ。ちょっと飲み物飲む。平気よ、アルフィノ君。ここのマスターさんがスパイスワインを勧めてくれてね。風味豊かな味わいも楽しんでいたところ。はい、銀さんこんばんは。今日は FF14 やってます。今ね、ちょうどお話聞いてる。薬効で体も可愛い。みんな可愛い。まさに絶品なのです。です。あ、ちょっと飲み物飲みます。確かに美味しかったわね。でもワインの品評よりも重要な話があるんじゃなくて。そうね。それじゃあ本題に移りましょうか。エスティニアンさんのことなんだけど。何か分かったのかい。ちょっと焦らないで。まずは現時点で判明している情報から整理しましょう。魔大陸での出来事を思い出してちょうだい。確かあなたはこう証言していたわね。はい。エスティニアンがワインの品評の方が大事だった。二つの竜の目を手にした直後、突如として苦しみ始め、邪竜の影を犯してしまった。久しぶりパル、どうしたん、どうしたんパル。いやでも言うて本当に昨日はめっちゃ動けるようになってめっちゃ暴れ、遊んだけどね。あの一昨日とかもマジでね、サーバーが起動しなくて死ぬか思った。あ、ごめんね、違うゲームの話しちゃって。私が見たのは、竜の目から発する魔力が複雑に絡みつき、エスティニアのエーテルをほとんど覆い尽くす様だ。もう完全に乗っ取られそうになってるってこと？そんな、エスティニアン殿は完全にニーズヘッグと化してしまったと。今なんかすごいなんかね、前お友達、一緒に戦ったお友達さんも言ったでしょ。のエスティニアンさんを助けられないか楽しい。今竜に完全に乗っ取られちゃってる状態で。私もあの場では圧倒されてしまったけど。うん、確かに邪竜の影には違和感を感じていたのよ。突然セリフ突き入るからドキドキしたわ。でもヤシトラさんの話を聞いて確信したわ、うん、あの違和感の正体は邪竜が放つ怨念の感情に沈殿した
別の意志の痕跡なんじゃないかって。どういうこと？なんかエスティニアン君闇落ちしてんの？それじゃあ私が見たかすかなエーテルの輝き、うん、クルルが言葉の壁を越える力で感じた違和感、ほう、それはエスティニアンの魂の存在を示している。エスティニアンは乗っ取られてるけどまだ生きてるってことね、魂が。竜の目を引き剥がすことができればエスティニアン殿を救えると。逆に言うとその竜の目厄介じゃない？それはわからないわ。うん、一つの肉体に同居した人と竜の二つの魂を分割したことなんて、うん、ここにいる誰もがないのだから。というか竜の目で乗っ取られるってことならさ、結局それ剥がしたと思った人が乗っ取られる可能性ない？私は諦めない。ちょっと怖いよね。絶対にだ。アルフィノ君強い男になったな。アルフィノ君昔の御曹司風だったのが。確かに希望はあるわ。でももう夢、昔の過去の彼と大違いだ。竜の目を切除できたとしても、うん、エスティニアンさんの魂が耐えられる保証はないわ。あ、引き剥がした人が新たな邪竜の影にされないと。そうなのよ、そうなのよ、それ私もそれを思ってた。やっぱここは主人公が剥がすべきか。危険は承知の上さ、辛抱強くチャンスを待ち竜の目を引き剥がす。かっこいいね。あとはエスティニアン殿の魂の強さを信じるだけだ。エスティニアン君強いから大丈夫、いけるいける。でそれにさらに心の強い私が剥がしたらいけるいける。誰や、あ、オノロワ君ね。あの久しぶりだね。あのすごいダメやった次男の付き人ですね。フォルダン伯爵邸に神殿騎士団よりの使いの方がいらっしゃいました。アイメリク様がお二方と面会したいとのことです。はいはい、アイメリク君に呼ばれちゃった。キュッ。了解した。わざわざ伝言を届けてくれてありがとう。アイメリク教すぐ私たちのこと呼ぶんだから。それじゃ私たちは任務に戻るわ。ということはエスティニアン君をどうにかしてエスティニアン君が持ってる竜の目を剥がせばチャンスがあるってことかな。クルルさん、でもいろいろとありがとう。どうやって剥がすってなったら多分あれでしょ、一旦ボコボコにして痛めつけるんでしょ。先に神殿騎士団本部へ行っているよ。みんなすぐ私のことを置いてくんだから。なるほどね、話が進んでいきますね。なんだなんだい、目と目が合う。ちょっと焦ってるみたいだからよろしくね。大丈夫大丈夫、ワイがおるから任せときや。だいたい主人公なんとかしようと思ってもみんな止める前に動いちゃうからな。はっ、ボコボコ、違う違う、友を救うつもりか。のーした、ミドちゃん急に。どう我が子よ。ミドちゃんどうした、めっちゃ久しぶりやん、ミニミドちゃんね。急に乗り物に変化してから全然出てなかったのに可愛いよね、ミドちゃん。あのちょっとあのニャンコネクサツ、あのそれ待って待って、ごめん、表現語弊があるかな。ボコボコ大好きロキさんになる、なんか脳筋みたいになる。人と竜との交流の再会をことほぐものとなるはずだった。あれこれちょうど私しかし前回ここまで見とけばよかったやん。青の身内の体を奪った蛇竜の影の介入によりしまったな。でもあらすじになるからいいか、こういうことです。前回てしまう、しまう。かくしてイシュガルドの民は粒子戦争の終結には程遠いという現実を思い知らされたのである。ある。違う違う、ハランさんも納得しないで、脳筋じゃないから。に煽られ皆が口々に叫んでいた。うん、蛇竜を倒せ、蛇竜を倒せと。あれね、なんであんな風にみんな言い出したら怖いよ、あれテロみたいで怖かったわ。蛇竜を倒せってみんなすごい言ってたよね。どうしたみんな、どうしたってなったよあれ。さすがに震えたわ。急に追い出されました。私はどこに、あーアイメリキョンのとこ行くんだな。オーケー、
アイメリック教皇呼んだ。こうさ、あの自分が走ってる時にこう同じとこぐらい止まってる人見るとさ、仲間だなってちょっと感じてキュンキュホキュンって言うとちょっと違う、ホッとする。納金ではないんですか、偽物だ、違う違う、本物ですよ。見てこの私のこの喋り、声、トーク、そしてこの華麗なる動き、あもうこれロキさん以外いないでしょ。これとコピーできる偽物がいると思います？いないでしょう。私がロキです。100のロキを打ち倒し、この座を手に入れてきた。いや、これだとまだ納金になるな。ちゃうな。説明が間違ってるな。失礼。アイメリ教何の要件だろうね。これはなんだ？このなんかチェスト取った方がええんかな。この大胆レターニャーとかがなんかよくわからんけど、レンジャーのチェストがあったらなんかちゃうんか。あ、そう、荷物いっぱいって怒られてたんだった、思い出した今。アイテムがいっぱいで困ったな。ハイパン空手風、え、空手違う、カルタ風って言ったから。いやいや、なに、そんな、私、毎日のろけしてるかな？そんなことしたことない気がするんだけど、これ使い魔のやつ使わなあかんわ。はいはい、手に入れて、眉はいいんでしょ？で、これも、なんかもらったやつ、これも一応使うにしといて、はい。なんかもらった。で、これも使うにして、荷物整理すると。はい。なんかもらった。で、これも使った。これも使っといたらいいんやね。マメットアルフィのとこもいるじゃん。全然使ってなかったわ。そんな私、のろけてないよね。大丈夫だよね。いつもそんなのろけてる気がないのに、実はのろけてたんですって言われたらどうしようと思ってさ。ちょっと待ってよ。ないよね、他に。うん、なんか使えそうなの。あ、これか。これ、どうやって荷物整理してくれるの？いい感じに。なんか、ホイのパンってしたら、なんかええ感じにホイホイホイってならへんの？なんかめっちゃ色いっぱいあるな。え、どうやったらこれ荷物整理してくれる？誰か。誰か私の荷物整理してくれへんかな。なんかほら、ゲーム世界だとこう R とかなんかそういう感じのなんか押したらさ、自動で荷物整理してくれたりするじゃないですか。これないんですかね。そんなものに頼るなってことかな。でも今ここに映ったね。嘘でしょ、めっちゃ砂糖じゃん。え、私じゃあちょっと改めるわ。ちょっと待って、このウィンドウの位置を直したのに、また。あ、なんやなんや、急に真っ暗になったぞ。なんや。あー、イベントか。ムービー始まるかな。アルフィノ君やったら張り切ってる。来てくれたか、ご両人。お、セリフあり。いや、改めて。何か動きがあったのですか？あったのかい？飲み物飲もう。いや、ちょっと前の式典からというものを。総力を挙げて捜索を行っているのだが、音沙汰なしだ。竜騎士団から精鋭を選出し、ドラバニア雲海の強行偵察を行わせたが、成果はなかった。残念ながらな。どこ行ったやろうね、別の場所にいるってことか。だが、蛇竜自身が敵地に乗り込んでまで、宣戦布告をした以上、近々動くつもりなのは間違いあるまい。そうだよね、何かする気ではある。でも何をする気かが分からん。我々としてはジャリューが動きを見せていない今こそ、決戦に備えて準備を進めるだけだ。うん、まあそうだね。ジャリューを迎え撃つとなれば、あ、なんかごめん、スキップいっちゃった。四大名家を筆頭とする貴族たちの戦力に加え、うん、ヒルダたち平民の自警団も交えて
防衛計画を策定している。まあ、そうだよね。だが君たちを呼んだのはその件ではない。ああ違うの。何と。え、告白か。いかに守りを固めようと両目を取り戻した蛇竜の力には及ぶまい、うん、対抗するには同等の力が必要なのだ。なんや、なんか近畿に手を染める気か。まさか。え、なんだい。そうだ、分からん。青龍フレースベルクの力を借りたい。借りれる。確かに蛇竜ニーズヘッグと並ぶ存在となれば、うん、同じ七大天竜を置いて他にありません。うん、しかしかの竜は。そう、争いとかは嫌って感じじゃない。分かっている。うん、静寂を望む青龍に助力の意思がないということは、うん、エステニアンからの報告でも聞いていたからな。うん、だがたとえわずかな可能性であっても何もせぬまま諦めるわけにはいかないのだ。アイメリクさんすごいな。どんな犠牲を払ってでも民を守ると決意したのだから。まあそうだよな。ご両人、私はジャリュウとの決戦を、うん、教皇代行としての最後の務めであると考えている。最後の夢に。アイメリク教どうするの、終わった後。不甲斐ない私に力を貸してくれ。終わった後はどうする気な。まさかうちの主人公ちゃん。わかりました。けご案内いたしましょう。いや、ちょっとすぐに妄想に走っちゃう。やめろ。宮殿へ。うん、雲海のモーグリ族から託されたラッパがあれば再び青龍と会うことも叶いました。青龍と私たち気兼ねなく会いすぎでは。大丈夫だ、そんな軽々しく呼び出して。ルキア、ルースを頼むぞ。頼むぞ。どうかお気をつけて。アイメルク教を差した違えるつもりとかじゃないよね。やめてよ、オルシュファンに続きやめてよ。そういうのは困るで。怖いよ、不穏なんだよ、発言の一つ一つが。大丈夫だよね。ありがとうございます。いや、ゆで卵いいよね。あの、半熟派ですか完熟派ですか。皆さんがね、結構ね、あのめっちゃ美味しい卵料理教えてくれて、ああ好き、私もそれ好きって全部なってた。いいよね、ゆで卵も好き。そうし、お昼ね、あの今見てる方々でもいると思うんですが、本当にあのいろんなリップね、温かいリップの数々ありがとうございました。それぞれね、またあの一人ずつにちゃんとリップは返すんですけども、あのね、あの本当になんかもう、あー疲れたーってなってて、頼むみんな、オラに用の木をくれってなってで、あんな急にね、強行に及びまして、それにもかかわらず皆さんね、あのめちゃくちゃあの温かくね、言葉をいただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。もうあのお昼中ずっとニヤニヤしてたし、あのあれ見てね、あーもう自己肯定上げ上げ、テンションぶちかましまっするってなって、あの機器としてね、お仕事ができました。ありがとうございます。本当にね、いい皆さんに囲まれて私は幸せでございます。あんまりああいうのね、言わんようにしてるんだけどね、普段。どうしてもね、ちょっともう疲れたってなったから。アイメリック教と今度は一緒に行くのかな。あ、半熟もいいですよね。私も半熟好きです。でもさ、あの完熟のところにちょっと塩パラパラってかけて食べて、ほわって感じのホロホロ感で食べるのもいいよね。そうなんですよ、もう悟空になっちゃって、オラに王の気をくれーってなった。あ、なんかもう陰の気を浴びすぎた。あの影で、あの蛇の気を浴びすぎた。さあ、フレーズベルクに会いに行こうね、アイメリックさんとも一緒に。タタルジャに部下に以上。あ、タタルジャ大丈夫。アルフィノ君何？
ウィズ・オブ・ニルね、うん、ありがとうございます銀さん。あ、見舞いね、確かに自分のね、部下が傷つけられたからちょっとフレーズベルクもおこになってる可能性はあるよね、確かに。これでもうね、本当にちょっと疲れちゃったわいや疲れちゃったって全然配信に疲れたとかじゃないよ、普通にお仕事に疲れましたって話ね。いやーね、なんかね今週ね本当になんだろうね、あんまりなんか疲れた疲れた言ってもね、なんかみんなちょっとねだからなんやねんってなると思うので、だいぶはしょるんですけど、なんかね今週はね割り込み仕事が多くてうん、あーいやもうありがとうございます、あゆの塩焼きさんありがとうございます。もう私のねこの弾け出る爆発するような明るさでね、みんなのテンションもぶち上げテンションマックス、揚げ物は唐揚げも入れて天ぷらも入れての揚げ揚げマックスでいきたいと思いますよ、何言ってんねんって話よねね、もう明るいっていうか、もう無駄にこうケタケタ笑うことが取り柄だからね。であとすぐ調子乗るぐらいかこれ合ってるよね、ここでルート確か。いやもうね本当にね、なんだろうね、いやーありがとうございます。銀さんあれ、銀さんあれ、あもうすぐみんなそうやって本当は分かってるんだよ、大丈夫大丈夫みんな。あれこれ外か、開いたわ。あれでしょ、もう本当は声も中身はスマート純真、清楚ピュアガールと思ってるでしょね、もうそう調子乗りイノシシなら、イノシシ鍋ね、ボタン鍋って言うんだっけ、あれってどんな味するんだ、あ、すぐご飯の話して。おう、俺の心当てちまうなんてすごいやつってことね。わかってる。もうみんなまで言わなくていい、私が、もうすごいスマートすぎてごめん。もうマジめんご。大丈夫。もう言わなくていい。わかってる。大丈夫。ごめんね。めんご。フレズベルクちゃん元気そう、なんか仕方ないんだけど顔がイーっていつもなってるように見えるよね。怪我はなさそう、パッと見よし、挨拶しよう、こんちゃす。声は入らんやろな。おや小さき者たちよ、そう傷どう、ああ見舞い来たよ、ああよかった確かにね、どこかで見たことあるね他いつもやってるデイリーの、ね、ミッションどっかで見た招いておきながら、まあ、あれは守るの難しいやろ。おかしなことを言うものだ、弱き者が竹木竜である我が輩を守るなどと。千年の昔に聞いた人の友の言葉を思い出したぞ。その騎士もまた竜を守ると言ってはばからなかったものだ。なんとも懐かしい日々だ。ああ、そういう時代もあったんだ。うん。蛇竜の存在ですね。ああ、お察しがいい。ねえ、どこかの、ピスケ。どこか違うゲームにね、こんな感じの顔をしたね、チワワちゃんがいますんですよ。我が望みが叶うことはないとお前たちもよく理解していることだろう。ああ、止めはせぬよ。ああ、そうか。希望をね、そうだね。いや、なんだかんだ、ウィズ・オブ・ニルさん、いい人だよね。影が帰還してからというものを、蛇竜の眷属どもが騒がし。なるほど。いい竜だよね、本当に。ウィズ・オブ・ニルさんは。やっぱり、あれだなと思う。何これ、美味しそうな料理ばっかり。ああ、どれやろう。ちょっと今、飲み物飲みたい気分だから、サイダーにするわ。だって、すごい、名前が出てこなくなったの、氷の巫女ね。氷の巫女ちゃん。あの子が出会ったのも、ここのね、ウィズ・オブ・ニルとの出会いがきっかけだったわけだから、そういう意味でもなんか、いろいろね、感慨深いよ。
アルフィノは出発したいと。聖竜の態度は変わってないらしいということは残念ではありましたが、ここで止まるわけにはいきません。行くぞ、レッツゴー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 。もぐもぐホームね。あー、いいね。エスターニア一体どこに、エステーニアは誰、エスターニア誰別の存在出てきた急に誰よ誰よその女私というものがいながら誰よその女急にヤンデレになるいや言ったのビシャオさんだからこっちか。はいはい。アイメリキョどうですか、このモフモフランドは。エーテル、あ、違う、エーテルエストラクター、なんだっけ、エーテルエクストラクター、いや、なんか、いや、待って、ちょっと近い、近いよ。あのね、なんか、こう、敵の、なんかすごい、変な次元逃げる敵をね、あのエーテルエテストラクターみたいなあのやつで封じ込めることができるんですよね。あ、それ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 、エーテルエクストラクターっていうので、その杖かなんか道具があってね、それがさ、すごい技名みたいだからさ、もう一時期めちゃくちゃハマって、ビシャさんと断るごとに、エーテルエクストラクターって言ってたのよ。そう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 。エシターニアもね、エシさんが出てるのよ。知らんエシさん、急にイラストレーターさん出てきた。誰よ、そのターニアさん。突然のピーナッツ食べるはもはやあのただの名前じゃなくなってるのよ。ただの報告なのよ。アイメルキョがなんか呆然として見てる。アイメルキョ可愛いね。アイメルキョどうですか、アイメルキョ綺麗だよね。懐かしいね、エスティニアンと言ったこと。なんと雄大な景色なんだ。百聞は一見にしかずとはまさにこのことだな。この感動、とても言葉で言い尽くせるものではない。いいね。表現がうまいよね。私たちも初めて踊る、たとぴゃ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 、したかんだ。イゼル、そう、イゼルちゃん。イゼルちゃん。イゼルちゃん、無事だったりせん？あれ？モーグリちゃん。クッポポ！誰かと思えば、ロキさんクッポ！かわいい。私、セリフ当てなくていいよね。確か君は、クポ？まさか忘れたクポ？ひどいクポ。甘いなクポ。紛色いやこのくじって失礼すやつすぎるクポ。ぴゃぴゃ？ロキターニア誰？モグリかわいいよね。もちろんロキさんは僕のこと覚えているクポよね。モグリなんてどれも一緒ダメ。どう考えてもやっぱりモグタン。え、どっちや、モグリンとモグタンどっちや。え、待って、え、思い出せへんけどモグタンな気がするんだけど、私だいぶ前すぎて忘れてるぞ。あの、待って待って、ハランさん、あの協調で言うことじゃなくない？あの急に、あれ、それあれだよね、急にさ、なんかふと私見てロキさんの角をもぎたくなるよねって言われてるのと一緒レベルだけど、逃げてモグリ。ダメダメ、選択肢やめて。一番下選ばせるようなコメントやめてください。めっちゃクールすぎるやろ。そのこの主人公クールすぎる。いや、モグリンじゃないと思う。モグリンっていうのがなんか聞きなじみがないから、モグタンな気がする。ところでさ、もう私別にちょっとモグタンよく分かってないし、分かってないわけ。いち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 。私が角取られるのにシンパシー感じてんのかな。ダメ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 。角もダメです。もげないです。角も取れないよ。やっぱモグタンだと思う。で、あの、モーグリの声さ、なんかちょっと一応声、なんか変えたけど、もういいよね。セリフ適当に読んでいい、いいよね。角もぎた。なんか、すごいなんか、変わったみたいな感じで言ってもダメだよ。もいちゃダメ。ダメタン。モグタンでいきます。ファイナルアンサー、テレレー。わかる人いるんかな。やっぱりモグタン。
あ、よかった、ほら当たった。あ、急にくっ、角もげないって言ったところなのに、もぐたんで合ってたわ。ところでお友達まで連れてきて、今日は一旦どういった用事で迎えに来たクポ。ドルルルルルル、合ってたじゃん、合ってたじゃん。角もがれる。で、ちょっと待って、これ終わってからですね。ラッパー持ってきてるクポ。この風吹きならきっと白亜の宮殿のてっぺんでラッパーを吹き鳴らせば聖竜様に届くはず。クポクポ、それはよかった。ではすぐにでも白亜の宮殿に向かうとしよう。絶対うまき拾い、また用事やらされるんちゃう。行こう行こう。サンキューモグタン。あ、何も用事なかった。え、何？クポポ、すごいこと聞いちゃった。クポ、モグリン様に報告。クポ、え、何を報告するの？で、いきます。でや、あともう一つ、どれ、これ、はい、私の角がすぐみんな私の角もぐ。うん、ブン、角をもがれました。悠々しき事態です。一般人様になってる。なりません。ちょっと時折あのモーグリちゃんが震えるような、モーグリリスナーいたら震えるからやめてください。モギタンダメタン。なんかでも後でモグタン波乱引き起こしそうだな。ダメだ。あんまりね、そう、この角とかね、外すことがないから、外すっていうか隠してるって言い方の方がいいか。外すはちょっとよろしくないか、表現的に。ごめん、ちょっとどこに行ってるかわからなくなった、カーソルが。いや、でもね、私まあ配信するのにね、この字幕出したりするのに音声認識して音出すようにしてるんですよね。で、その時にちょっとね、設定でどうしてもね、作業の中でどうしてもね、押すキーがあるんだけど、その押すキーで角をね、ちょっとドローンしなきゃいけないんですよ。で、その角をドローンするっていうことで、びっくりした、急に人がおってびっくりした。で、角をドローンをね、毎回しなきゃいけないから、で、毎回元に戻すの忘れないようにしてるんだけど、ワンチャンね、あの、忘れたらね、私、忘れてそのまま配信したら、みんなに角ドローンの状態でお見せすることになってしまうのかもしれない。ここだよね。多分。うん、合ってるわ、よかった。もがれているのを見た、いえいえ、あの、あやの塩焼きさん、違う、表現が違います。あの、もがれているんじゃなくて、角ドローンしてる。ちょっと私がね、一般世界に、ま、あの、紛れ込むためにドローンしてるだけなんです。角ドローン様。どういうことなの？私の名称が増えちゃう。違う、ドローンしたって言ってるでしょ。あえて、この人間界へ隠れるためのあの、トランスフォームっていうのかな、トランスメーションじゃないよね。なんか変身フォームです。違う、もういで、違う。もういでない、ドローンしたって言って、耳はもういで、耳もいで強調して言うことじゃないのよ。恐ろしいこと言わない。これ、あの、初めて見た人がさ、ほんな、あ、ロキチューンか、なんかちょっと、ええから見たろうかって思って見たらさ、急にさ、耳もいでって書いてあるの見たら、怖ってなって離れてくよ。私なら離れるよ。やだ、え、ここ耳もいでとか、普通になんか角とか言って、こう、きょわってなるよ。違う、なんか、すべて、じゃあ略してる、もいでにしようじゃないのよ。なんか違うロボット名みたいになってる。いや、どうなるやろうな。絶対失敗すると思うけど、どうなるやろうな。ハランさん、違う、魚を落とさないで。いや、今日も頭に残らないですから、引っかかるものもない。今、角がドローンしてるから、引っかかるものもないですよ。だから、もう全部華麗に落ちていくだけでございますよ。じゃあ、ここでラッパをかき鳴らして呼びますか。どうなるんだ、でも。この先、交渉うまくいくと思う？まずいかないよね。あー、自分のラッパうますぎる。
なんかね、別のゲームなんだけど、なんかこうやってね、ラッパみたいなのもらって練習っていうか吹くようになるのよ。なんだけどさ、なんか全部に対して、あーお前の笛マジ下手くそ、下手すぎて出てきたみたいな毎回言われるの。マジ自己肯定感下がるんだよ。こんな下手なやつ聞いたことねえって言って出てくるの毎回。で、あの呼ばれる人がもう呼ぶなその笛でって言われるのラッパはそんなことなくて安心したわそれ何、何の絵文字何それ、ソルト塩じゃん。呼びかけに答えてくださりありがとうございます。なんかなんで私塩にまみれてるの。塩そう、セルフ人と竜の未来のため。おお、アルフィノ君が、アルフィノ君って本当に目綺麗だよ。さあ説明を、アイメリックさんがしてくれるってことね。おおお、なんだなんだ。私の名はアイメリック・ド・ボーレル。ド・ボーレル、強行代行の立場にあるものです。おお、かっけえ。コートの民を代表してあなたに伝えたい言葉があり。アイメリックすごいよね、本当にこういう言葉を伝えるのとか。私だったら絶対噛むで。見えすぎたこと。大方ジャルの影と、そうです、その通りです。まあこのタイミングできたらそう思うよね。でもあなたさ、ジャリューには助力したじゃん。ジャリューに助力してなんか目渡してたよね。じゃあこっちにも助力して。いやそれはまた違うか、それちょっとヘリクトすぎるか。ヤストラ、ヤストラちゃんしばらく出ないんじゃないかな。どうやら図星と見える。ならば聞くまでもなく我が答えも分かってるはず。力貸してくれますよね。じゃあ貸してくれるよね。ね、かつて我が愛しき芝の思いが竜と人との架け橋となった。それを打ち壊したのが人の裏切りであることは知っての通り。ああ、でもあなた、まあ、でもそうか。血を分けたらタトクスクを殺され、悲しみと怒りを抱いたのがニーズヘックだけだと思うのか。我が何を感じたかったとでも。どうして人という種に絶望せずにいられよう。いやでもそう思ってるのによく迷惑結ぼうって思ってくれたよね。お、そう思ってくれたってことは一縷の望みあるんじゃないの。我がニーズヘックに加担し人と戦わぬのは全ての命を愛した芝の思いがあればこそ。彼女を喰らう時に立てた不殺の誓いゆえのことよ。いえいえ、過激派来た。我が眷属に己が生きる道を選ぶことを許した上で、お主らには邪竜の陰に動きありと知らせてやりもした。それ以上望むのは強欲が過ぎるというものだ。まあそうか、そうね。まあ家族を失ってるんだよな。そうだよな。それ以上は言えへんよな。人の裏切りに絶望し静寂を望んでいることは承知しています。アルフィノ君ですが、それでもなお絶望の中に待って、うちのリスナー過激派しかおらんのよな今ちょっとアルフィノ君の言葉聞いてみ全然真逆のこと言ってるから。ほう、何時は我が見えるね。確かに希望だって。そうじゃないとそんなこと教えてあげたりとかしなくない。はい、そうでないというのなら、希望を抱いていないというのなら、なぜあなたはその背にイゼルを乗せたのですか。確かに、違う、ここうちのリスナー過激派しかおらんのだが。イゼル、幻想を抱いた哀れな娘か。あれに背を貸したのは己が罪を認めて悔い新たな未来と進もうとする姿に。ああ、でもそれはやっぱ希望を持ったってことじゃない。イゼルという未来っていうか希望に。我が兄弟の瞳を悪しき人の手に委ねたままにしておくのも忍びなかったのにな。あかん、うちのリスナー過激派なんだが。ちょ、みんなアルフィノ君の言葉とか聞いた。罪を認め悔いる人と、罪を認めず過ちを繰り返そうとする人と、アルフィノ君は頭いいよね。おられるということですね。そういうふうに思えるのがすごい。私はその発想にいたら、人という種そのものに絶望しているのではなく、すごいな、アルフィノ君。
どう過去と未来に向き合うのかに重きを置くと。すごいな、アルフィノ君マジで。そうか、確かに奇弁を、うん。なんでうちのリスナーそんななんか過激な人多いの。ちょっと待ってよ、なんか希望を持とうぜ。我ら光の戦士ぞ。みんなで光の戦士だろなあ。あの時俺たち誓い合ったよな、一緒に世界守ろうってなあ。罪を見逃すことは正しいことでしょうか。結果、いや、ホロボさんで過激派多すぎ。うちのとこホロボスだけばっかり過激派しかおらん。かつて私はここにいる光の戦士殿に対し、仕方なくないよ、仕方なくないんだよ、ホロボさんで。父殺しの罪を犯したのも当然なのです。アイメリック教、そんなことないよ。己が手を汚していない分、より卑怯とさえ言えましょう、うん、ですが、卑怯じゃないよ、アイメリック教。多くの民が魂を焼かれ、聖戦に投じられていた。白悪魔中立だね。今度は民の前にジャリューの影が迫っています、うん、リーズヘッグは我が友エステニアンの体を奪いました。やっぱ気になってたよね、友のこと。友の死を意味しましょう、うん、それでも私は、それでも父さんも殺し、友を殺すことになっても、うん、怖い怖い、なんだここ、なんか過激な味がおらんのだが。まあ俺もやるからお前もやれよはちょっと確かにズーズーしすぎるか。あ、ミロちゃん、ミロっちどうしたん。パッパーって言い出したらおもろいんやけどな。ゲゲ我が子よ、少なくともハイデリンの下らの思惑は異なるようだぞ。参加しないで、アイヌちゃん、滅ぼす側に参加しないで。コートの民だけでなく、かの竜騎士の命も救うつもりだし。そうです。アイメリキをポカーンってしてる。そうやで、俺たちは救ってみせる。傲慢だからな、主人公ってのは傲慢であるべきさ。そもそもジャリーの影がニーズヘッグそのものだと言えるのか。怨念の過信と化したまさしく影ではないのか。何かを命じるつもりはないが、後悔せぬように考えることだ。ウインクして、突然のウインクして。待っててよ、ちょっとまず深呼吸。今のは何もないよ、今ちょっと目閉じようかなと思っただけだから、ウインクじゃないよ。今もね、ちょっと目閉じたいなと思っただけですが、ちょっと違いますね。よいしょ、この感じ、ね、今もちょっとね、目ちょっと待って。急にウインクして大量出荷するのやめてくれます。愛の塩焼きさんも急にウインクして大量出荷やめてください。急に3回のウインクを強制で命じるのやめてください。まあ、でちょうどね、うちの子がドアップだから、うちの子とドアップでツーショットですよね。ほら完璧で2回目。今ちょっと目閉じたいなと思っただけだから。はい、2回目。オッケーオッケー。どうしてもこっちのウインクうまくいか。めっちゃ目か開いたらワンチャンいけるか。クワパチダメだな。パチこっちしかできない。はい、完璧。もう多分みんなに想定数以上のウインクを捧げたと思いますわ。はい、みんなのもはやもう受け取って受け取って、はいはい、ウインクだよウインクだよ、はい、一人一個ね、一人一個ね。よしよし、これでウインク達成だわ。セリフここで沈黙貫いたら、こいつ肝が据わりすぎてるな。あれあの、違う、ウインクが100点じゃないんですか。なんで、確かにあの、毎回さ、ウインクするためにさ、目か開く練習してるから。くわっ。謎のウインクに、あの、待って、謎のウインクにみんななんか、あの、なんか中毒なってるの、ちょっとやめた方がいい。みんな元に戻った方がいい。みんな目を覚まして。
そうだよな、確かによく考えたら、あのニーズヘッグ、ニーズヘッグは確かにもうなんか怨念、復讐に取りつかれた怨念と化しちゃってるんだから、それが本人かっていうと難しいとこだよね。もうそれにとらわれてもニーズヘッグという個性は消えてるかって考えるのは確かにミドちゃんの言う通りである。あ、友を助けるために力を貸してくれが本心なんだけど、でも多分、うん、それはお前の都合になんで俺巻き込まれなあかんねんって話だと思うから、やっぱりここは上かなと思います。ええ、全部合わせて200点満点ってこと？私のウインク200点満点で加算されてる？まずクワの単階で100点から加算されてて、最後にウインクの点数も測られてるってこと？良いですね、あの私の華麗なウインクがね、これがいいってことですよね。ああ、いいウインクしたわ、今のウィーウインクだわ。行くぞ、華麗にウインクを決めたところで選択肢も決めていきます。お、考えてる。ニールヘッグを怨念の化身に変えた責任の一端は、目を与え復讐に力を貸した我にもあるか。そうだ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 、だが純然たる怨念ゆえに影の力は強いぞ。お、力貸してくれそうな予感。どうやら見極めさせてもらう必要がありそうだな。お主らに人の意志に影を払う力があるのかいない。またミニミドちゃんみたいにミニフレちゃん出てくる。かつて我が兄弟ラタトスクが住みかとした遺跡にて待つ。我が眷属の導きに従い試練の地へ来るがいい。ほう、謎の試練。何に参加するというのです、にゃんこネクソさん。何に参加するのです。人滅亡派に参加するとかはダメですからね。ウインク大会に参加したいって感じです。いいですよ、一緒にウインクしてくれて。3、2、1、パチーン。こっちのね、あの右目閉じるウインクはさなんかうまくいかんのよね。あれ、モグリちゃん、モグリン、モグタン、モグタン、勝手に見てるんじゃないよ。なになに、それ伝えてどうすんの。滅亡まだだよ、参加しないで滅亡に。モグタン、ミドちゃん見てびっくりしたとか、なんだろう、モグタンなんかあるんかな。試練の地と言っていい、ね、試練乗り越えなきゃいけないね。案内役してくれると、はいはい、みんな私をいつも置いていくのよくないと思うんだよな。もうちょっと待ってくれても、ここさ、この高いところはショートカットできひん。上がるときはショートカットできないけど、降りるときはできるでしょ、ここ結構自由度高いから。はぁー、いって1台 HP ねえ、突然一般通過モーグル出てくる。めっちゃ高いところ飛び降りてから HP1 になったわ。はぁ、危ね。一般通過モーグル。終末時計はあと90秒。あのなんかあれだよね、なんか世界終末までみたいな、あのなんかそういうの測るやつだっけ、合ってた。あと90秒、じゃあもう終わりやん。もう終わってるよ、それ話してる間もどんどん時間が刻一刻と。ちょっと待って、じゃあ私悔いのないようにちょっと旦那にちょっと愛を伝えてくるか。ガタガタガタ。終末ならんようにちょっと旦那に愛伝えてくるわ。旦那ーだだだだだーっていう。邪魔って言われるよ。間違いない。耐え抜こうと。はいはい。いやいや、ハランさん、過激派。ね、ちょっとうち、あの、全く同じセリフ言ってません？ほほって言ったら、実はもしかして、あゆの塩焼きさんのとこ、滅びは避けられない。もう覚えて出てきてません？ねえ、ほんとだよ。あ、でも私今日カップラーメン食べたから大丈夫だわ。じゃあ大丈夫か。いやいや、違う。滅ぶっていうのがおかしいね。うちのリスナーね、なんか滅びに対して寛容すぎるのよね。もうちょっと滅びに抵抗をもと？美しい翼の飛竜。確かに翼綺麗な色してますね。
フレーズベルク様よりことづかっている。あなたたち人を試練の地に案内するようにな。覚悟が決まったなら直ちに向かおうぞ。ああ、天地宮殿ソウル会。なんか、遭難会みたいにも捉えられる感じの、なんか、やつで、何言ってるんだろうね、私。やめとこう。これ以上いけない。覚えちゃってんじゃんね。もうダメだよ。みんなのやつ、多分目で滅亡出ちゃうよね。ダメだよ。自分の変換ちゃんに変なの覚えさせないで。なんかさ、みんなでさ、魔行打つでさ、なんかみんな予測変換一発目に何出るか試そうぜっていう遊びすることになったときさ、滅亡出たらみんなに、滅亡って、お前、なんか悩みでもあんのか？俺だったら相談乗るぜとかってなるから、ダメだよ。ねえ、破滅願望をね、もうハーってやったら破滅って出てみんな、お前悩み怒りゃくってなるからダメだよ。よし行きますよ。これね2人は分かるんだけど、このこっちはちょっと違う NPC ってことね。やる、いいですね。アイメリックさんとハーレムやん。あ、失礼。あのね、私このサポート NPC と行くのが好きなんですよ。やっぱりね、いや皆さんと一緒に多分行くのも絶対楽しいと思う。でもこのアイメリク教とかさ、そういうここでしか一緒に戦えない人たちと一緒に行くのめっちゃなんかテンションぶち上がるよね。これさ、 FF のこの音楽ってさ、会社内で作ってんだよね。このはーとかっていうさ、オペラの人もさ、社内にオペラ経験者がいたってこと。それか、それは別にお雇いし申し上げているようでございますで壊すか。綺麗だね。天竜宮殿ソウル会。これソウル会ってどういう言い方が正解じゃない？ソウル会。そう、なんか。違う。かわいいよね、アルフィノ君がこれ連れてるの。これなんかこの、なんか、ここさ、ポーズ変えれたりすんのかな？免許証みたいなこの写真、ちょっとね、なんか違うのがいいんだけど。ごい。そう、私も、勝手にみんな飛び出、アイメル教？勝手に飛び出るのやめて。びっくりするやん。そう、先に私がさ一撃打つからそれまで待っておく。すぐねゴアとかソウルを使っちゃうんだよね。レインオブデスで、もう一挙レインオブデスからの、ここでカンカン打って、一応全体攻撃ちょいと打つ刺さって、強調でバツ。もうだね、アイメル教、あなた団長ですよね。ね、今教皇代理なんですよね。ちょっと協調性持ってください。いや、なんかうわすごいすごいわ。はい、そうそう、ここからね飛び出て、そうそう、分かってるじゃない、分かってるじゃない、そういうこと、そういうことよ。アイメル教、アイメル教分かってるじゃん、そういうこと、そういうこと。これ遠くのやつ撃っちゃってなんか下手に来たら困るから、これぐらいで終わっとくか。あ、でもこいつ毒食ってない、毒食ってないけど良くないか。毒食わせて、間違えてバトルオブこいつ発動させて、強調性、ちょっと三角、そうそうそう、強調性ちょっとバツから三角にと評価訂正しますわ。確かに三角ぐらい で攻撃で、また全体攻撃を巻いといて、これ毒です。まあちょっと毒食らっといてよ。毒です。なんだあの形、これ扇風機の形ねえ。これさ、なんかグッズとか出てそうじゃない？ FF のグッズであったりするんですかね、扇風機でこの形したせ、あの扇風機でも、うん、それやったらこの前がこうアイメイク用とか別のキャラになってた方がいいよね。なんか、あ、一応なんかそういうのアイメリックを考えてらっしゃる。あ、ちょっと、あ、やばいな、ちょっとロキと一緒に、いやー、なにこれ飛ぶ、え、なにこれ、え、なんかロキと一緒に行けるの嬉しすぎて飛び出しすぎちゃったかな。なんか次はちょっと
はしゃぎすぎちゃったから気をつけようみたいな。え、これなんか遺体が残ってらっしゃると思ったら、ゾワー、楽しい。待って、もう一回していい？楽しい。でも、もう一回だけ。うわー、はい、楽しい。行くか。ちょっと楽しくて、ごめん、全然さ、想像の斜め上にあったギミックやったから、ちょっとさすが、ちょ、もうまた協調性バツに下がりましたわ。協調性バツに変えといて。山田くん、協調性バツに変えといて。困るよ、はしゃぎすぎ、私と一緒に入れたからって。はてなはてなじゃない、みんな楽しくてやっちゃうでしょ、なんだかんだ。みんなまで言わんでも分かってるって。あ、なんか紛れてたやつおるやん。あ、全然気づかんかった、こんなやついたの。なんか頭部の部品かと思ってた。あー、でもそう言われたらね、もうあいみきょがいいとこ見せようかなって思ってくれちゃったって聞いたら、もうそれはちょっとなんかダメでしょとは言えないわ。それはもうちょっとなんかもう嬉しいこと言ってくれちゃってってなっちゃうから、もう怒られなくなっちゃうやつ。山田くん、やっぱり評価あの元に戻しといて。これで合ってるよね。たまになんかあのなんか違うとこにさ、あの値が飛んでいったりするからさ、多分合ってるね。よし、コマンドがね、たまにあって勢いあるんで、こうパーンってね、戦ってる時に飛んじゃうんですよ。痛いっていうの、違う。痛い、踏んでるんじゃない、あれはあの、実はあの扇風機だっただけだから、遠隔操作されてて、攻撃したことによって止まったから、だから、私は痛いを踏む趣味があるわけじゃなくてですね。もうやめてよ、こんなエンチャントでファンみたいなやつがいるからこんなことになるんですよ。やつ当たりしてやる。お前たちのせいで、これあれ倒れる場所ってランダムだよね。私たちが戦った場所で倒れるわけでしょ。だから別にこれでなんか、なんか攻略するってわけじゃないよね。違う。誤解です。そんなつもりは毛頭ございません。どうして、違う。そんなつもりないの。よしよし、これまた飛べる。君と出会う、違う、誤解です。初めて見た方も誤解です。あの、逃げないでお願い、できればフォローしていって。きっと今も自由に空も飛べるかなとかあったよね、きっとそれだよね。君と出会う、まあ、はい、楽しい。次行きます。あ、もうあいみきょ本当にはしゃいやってるんだから、かわいいやつめ。で、私は遠くからチュンチュンやってと、チュンチュンやりまして、邪魔をするな。ちょっと違うから、違う、踏んでるにはあれはもうなんかあのそういう置物だから、置物、あの彼に宿って、あのアイテムに宿っていた魂がありましてですね、それを私たちが攻撃することで払ったわけです。だからあの遺体じゃないんですよ、あれは物です、物。だからそれもなんかちょっと違うかもしれない。死体打ちならしますが、さらっと死体打ちすることを言われた。私はどうすれば、あたいどうすればいい、それを聞いて。でも私あんまり FPS をしないから、そこら辺のルールがちょっとよく分かってないところもあるんですけど、基本で死体打ちアウトなんだよね。でも逆に死体打ちいいっていうのもなんかちゃうんかもしれんけど。ははあ、ちょっと待って、なんかモグリンいるんだけど。ねえ、なんかモグリンがいるんですが、換気すればよかった。おかしい。笑えばいいと思うよ的なやつ。なんかモーグリいるわ。あいつ話聞いて混ざってきたな。ああ、なるほどね。確かに。
カジラ持ってくる。いや、私がどんどんクレイジーサイコパスみたいになるからダメだよ。え、モグリン？あれはモグリン様。これも試練ということか。ダサい名前のロキオ、聖竜様に代わってモグが力を試してやるっぽ。勝手に来たやつ、お前。ダサい名前って言われてんのよね、しかも。なんか、音が可愛い。あ、しまった。ちょっと待って。可愛いよね、音が。あとは、任せた。パターン9個。倒れてる。なんかもうみんな倒れてる。いいぞ、いいぞ。みんなサボるなくば、とっとと元気になる。え、待って、この人たちの方が茶畜じゃない？ねえ。結構社畜だよこの人。長老こき使うな。とっとと元気になる。おお、復活くぽ、勝手に復活してきたわ。すごいな。たまには長老の実力を見せてやらねばくぽ。モグの投手はメラメラくぽ。すごい、なんか元気やな、あいつ。楽しそうで何よりだけどな。いけ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 、させるか。ねえ、さ、疲れてもう倒れてるんだけどね、起きろって無理やり強制的に叩き起こされてる。こんな感じなのか。あー、ちょっとお助けクポとか言ってる。すごい元気だな。あー、ちょっと待って、毒とこれがなく、みんなサボるなく、いやいや寝かせたれやな。疲れてるやん、みんな寝かせたって。で、こうして、そんなに、でも生き返るのがそんなにいるわけではない。危ない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 。モーグリかわいいよね、音楽も好き。モーグリを戦うことに若干気が引けるものの、ストーリーはストーリーと割り切ってやります。サボっちゃいけません。厳しい、みんな厳しいな。許してあげて。ちょっと疲れて休憩してるだけですやん。ねえ、サボりじゃないんだよ。ちょっと休憩ってやつです。だから、許して。あ、また起こされてる。叩き起こされてる。かわいそう。いや、もう起きないわ、みんな。みんな元気になれって言われてるけど、起きる気配すらない、もう。もう起き上がれもできない。魔力よ、走れ。クポポ、その実力、認めてや。勘弁していく、していくポ。あ、違うわ。ここ最高ポイント。違う。クポポ、その実力認めてや。すみません、クポ。勘弁してください、クポ。雲海のモーグリ族まで待ち構えているとは、つい全力で応戦してしまったって二人、アイメル教とアルフィル君もちょっとなんか反省してるわ。アイメル教、ダメだよ、サポッチャー。あ、ちょっと待って待って。なんか謎のイベントに開いて。はい、みんなちゃんと仕事して。うわー、まさかのモーグリ族でしたね。いやー、やったわ。はっはっ、さすがに空気は薄いな、モーグリの。モグリの頭を持って振り回したら、違う違う、それハランさんがやりたいって言ってたやつでしょ。ちょっと人になすりつけるのは良くないですよ。白悪魔モグリに対し、違う違う、むしろみんな仲間だよ、お友達、俺ら友達、俺お前友達、なんかする。でもこれの言い方あれだな、お前頭く俺強くなるのやつだな。違うな、私の多分使うセリフどころ間違えたな、今絶対チョイス間違えたな。それ食べるやつやってなるやつや。ご誤解です皆さん。リミットブレイク溜まってもいいのか、いつ発動するのか、いつもラストエリクサー症候群的にさ、なんか必殺技がこうリミットブレイクっていうの溜まるんですけど、一定時間するとなんですけど、こう使いどころがねもったいなくて、結局使わずに終わるっていうパッティングがいつもの通常です。ここのさ、白いモコモコとかすごいホワホワして気持ちよさそうです。ベッドの枕として持って帰りたい。このね、モコモコしてそう。
頭持って振り回す俺たち友達。おかしいおかしい。待って、ここだけさ、あの聞いた人さ、もうあのこの人サイコパスやんってなる。違う違う違う、これあの言わされたんだ誤解です。違う、あれでしょうさ、やめて、違う、そうじゃない。いや、わかります。リミットブレイクね、吐き損ねちゃうんですよね。必殺がついついなんか、これも、敵なのこれ。卵敵なん。ソウルアンツーの卵って敵なんや。卵に敵対されても、なんか、いや、アイメリ教はさ、甘く見ないですけど、卵やから。あ、生まれた。ベイビーが生まれた。新しい魂の、あの命の誕生の瞬間を見ちゃったわ。そんなのと私たち戦わなきゃいけないので、あの戦うな、できるならそんな生命の誕生の瞬間の生まれたばかりの赤子を戦いたくないけど、でも仕方ない。相手がやってきたならこっちはやるしかない。あの向こうが殴ったなら自分殴り返すしかない。仕方ない、これ正当防衛だ。私は悪くない。あんたたちが敵対してくるからもうすぐね、あのもう始まったんだっけ、今日からだっけ、あのガンダムシードの映画がね、鈴木が出てきましたね。あれもうガンダムシードまだ続くんやと思ってびっくりしたんですけど、昔ね一時期もどっちゃくそハマりましたね。皆さん知ってますか。いや、もしかしたらあの若い世代はガンダムシード何それ美味しいのみたいな感じかもしれない。おお、ちょっと勝手に攻撃しないで。あ、しかもお母さんやん、このソウルアンズンって。さっきソウルアンズンの卵やったからお母さんやん。え、恐ろしい。お母やん。子供殺した後に大山で殺さなあかんの我ら業が深くない。わ、いや向こうにもおる。あれパッパかな、これマンマかな。やばい、業が深いぞ我ら。ゲームとはいえ業が深すぎるんだが、どうしよう。うわあ、子供を産んでる。いや今なメスやったか。いや待って、でもそういう性別判断良くないな。もしかしたらオスでもう卵を産むかもしれんし、親子と違う、食べないから。恐ろしいな、私たちが今やってること大丈夫か。これワンちゃんの愛護団体に伝えられへんか、大丈夫か。私違うんです、これやれって、俺たちやれって強制されてるんです。本当はやりたくないのに思わず間違えてバトルボイス発動しちゃったよ。ええんかな、ちょっとこれ人の心ないんか。普通なら躊躇するやろ。でも立ち向かってきたらしゃあないか、生きるか死ぬかだもん。これまた絶対メスでしょ、子供産むから絶対子供としてくる。メスしかもない。でもさ、なんていうの、その、メスとオスをどう区別するかみたいな、あるじゃん。なんだろう、なんか私さ、すごい昔言われたことでやたら覚えてることがあるんだけど、下ネタではないんだけどね。ごめん、R18 だったらマジでごめんね。まず不愉快になったらまずごめんなさいっていう、先に謝りだけしときますが、オスか、じゃあこれは。じゃあ、パパとママやん。しかも、ママの方、またもう一人子供がいたってこと？つらっ。で、話をね、ちょっと戻しますと、昔ね、うさぎを買ったことがあるんです。うさぎを。で、でも、その、なんていうの？引き取ったうさぎだから、オスとかメスとかそういうのも分かんなかったんですよね。そうで、この子はオスなんだろうかメスなんだろうかって話になった時に、ふとね、私はこの子はメスだと思ったわけです。その理由がですね、すごい、別にこれ単語言うの番ならんよな、胸があったから、胸があったから、あ、これはメスだと思ったの。で、親戚のおばさんにね、この子は絶対メスだよと、だって子供だからおっぱいあるもんって言ったのよ。そしたらすごい真顔でね、そのおばさんに、
あの言われて、あのツッコミどこ分かるけどね、おばさんにね、あの真顔でさ、あの時なんで真顔されたか分からんけど、真顔ですって肩に手を置かれて、いいロキちゃん男にもあるって言われてえってなって、えってなった後に、いい男にもあるものもあるから、そういうので判断するのは良くない、だから判断するときにはあのしっかり特徴とかそういうのを見て考えようねって言われて、その時はなんて感慨深い言葉なんだと思って、分かったって言ったんだけど、いやなんかあれこれなんか違くないとか思いながらも、あのそれに対する返答の正解は結局見出せぬまま今に至るあれの正解何なんだろうな。あ、またハイメリクは飛び出す。文様、ああなんか、ああここの文様ね、はいはいはい、すごいさ、なんかそういうさ、オスかメスかみたいな話をするとそれを思い出す、その昔なんか意味わからんけど急に、まあ、夜だから許して急にあのおっぱいあるかないかでオスとメスを判断しようとした私の幼少期の思い出を思い出す別になんでそんな判断したやろうな私も実際ね、あの一応言っときますと実際にメスでしたでも合ってるけどそういう判断の仕方は良くないよっていうのをあの多分おばさんは言いたかったんだと思います。はい、みんなもちゃんと判断するとかね、あのちゃんと考え、あのちゃんと別の特徴を見て判断しましょうね。でもヒヨコのオスメス判断って難しいっていうね、あれなんかどうやって判断するんやろ。本当にやっぱヒヨコって難しいっていうね、あれどうやって判断するんだろう。これがあの青龍、じゃあ紫龍ラタトスクの文様ってことか。あれね、なんかこう落ちりを見てもう見極めるんだよね。でもさ、もう最近さ、いろんな IT が進んでるんだから、もはやもうそういうのな人がいなくても判断できるんじゃない。わお、一本道ね、ちょっと一本道でこういうのやめてくれん。一本道の戦いちょっと危なくない。叩き落とされたら終わりやん。これはボス的なやつか、ちょっと中ボス的なやつかな、このなんか名前っていうか音楽的に。これ中ボスでいつも出てくるような音楽だもんね。はい、ガンガン、いや危ない急にこの一本道しかないところでこんな攻撃してかかってて、しゃ、ね、仕掛けてくるのはズルでしょ。まあこっちは4対1のズルだけどね。まあまあこれならいけるでしょ、いけるでしょ。あ、ちょっと待って待って、みんなどこ行くの。あ、ここでいいの。行った。あー、なにこれ、避けれへんやん。行ったーちょ、ずるじゃないこれ。この一本道でやるのずるでしょ。ねえ。ずるやん。絶対に逃げられない、こんな道で戦うのずるでしょ。ね、いくらなんでもこれは卑怯でしょ。試練とかじゃない、向こうがずるしてきてる。避けれないねえ、避けれないんだけど、これズルじゃないね。ちょっとズルだよこれ。ちゃんとさ、あの正規な正々堂々戦えよ、正々堂々戦えよ。お前もう恥ずかしくないんだそんなことして。騎士道じゃない、馬道に半ズル行いぞ。何狙っとんねん、助けてみんな。あ、違う、一人の方がいいんかな。何危ね、馬道に半ズルぞ避けれないんじゃない、避けとりあえず避けろ理不尽なるほどねみんなどうして取っていくの。危ない危ない危ない、待って壁の方に行くのね。あ、追い出されるから。はい、忙しいな馬にはズルという概念はない。なるほどね。じゃあ4対1のズルじゃないってことか、馬からしたら。じゃあええか。でもやっぱり許さない。あの5に入っては5に従いだから、今これをこの世界を動かしている中心は私だ。だから5に従い、うまい。だからとりあえず動くな、そこから動くな。
あ、やった。あれ、ウーマドはあってもそれはダメ。あの突進力、肝を冷やしては本当だよね。わーい4人はダメダメか、いけると思ったんやけどな。長いな。あ、フレーズベルクブルードリグ、なにこれ、かわいい。うまサイドを合わせるべきでしょ、ここは。ほら、アタトクスクの宮殿なのかね。すごい荘厳な、荘厳っていうので言い方合ってるからね、宮殿だよね。あ、国語力マジでないからさ、時折マジでね、言い方ね、間違えるんですよ。なんだっけ、あの、うごめくをさ、とどろくとか読んじゃってさ、前、その、なんだっけ、あれ、マーダーミステリーを、お誘いいただいてやったんですよ。で、その時にね、ほら、はい、読んでくださいって言われるのよ。優しくね、あの、ロクさん、じゃあ、ここの部分、カード読んでくれますかって言われてさ、私も意気揚々と読むわけです。私もちょっとさ、役になりきるというか、あのね、やっぱやるならね、総合読んだ方がいいからと思って、その時にさ、その、あの、何、本当はうごめくなのに、とどろくなんちゃろうとか言ってさ、後でみんなが、あの、それ、うごめくですって言われて、めっちゃ恥ずかしかったよね。めっちゃ恥ずかしかった。もう私この瞬間に死のうって思ったもん。めっちゃかっこよくセリフ決めたつもりやったけど全然決まってなかった。あ、さてここまで順調なら待って試練終わっておらん。さて小手調べと行こうぞ。急に通り過ぎていったフレーズベル。とりあえずもう殴っとけばあとはなんかいい感じになるはず。マジあれ恥ずかしかったな。みんながちょっと気遣わしげに うごめくですって言われたとき、恥ずかしかったらないよ。ねえ、とどろくは車3つでとどろきだっけ。そのネタだけなぜか知ってる。なんか元ネタのそのなんか見たことないんだけど。うごめく、うごめくでなったねって今度はうごめく言えると思う。よくこうだからね、あんまりね、こう小説の読む感じのやつはね、読むときすごい緊張するんですよ。私普通に読み間違えるから。月決めだって結局って平気で読んじゃう人だからね。あ、待って危ない。そうだから、その時にさ指摘されたらめちゃくちゃ恥ずかしいから、どうにかごまかせないものかって毎回思ってるから。なんかいい方法ないかな、みんなある、なんかいい方法あったら教えてくれる。なんか読み方わかんないけどそれっぽく聞こえるように言うやり方、なんかわかったら教えて。なんかとトドロクのうごめくの時もさ、あおやおんっていう。で、ああ逆にね、いや申し訳ねえ。いやこいつ、俺指摘せなあかんの、まあみたいな。マジ俺が指摘せなあかんのみたいな。それは申し訳なかった。申し訳なすび。危ない、こんな一本道落とすな。嫌だ。ブリザードドラゴン優しいね。氷でちゃんと道作ってくれてたよ。優しい。ドラゴンって優しいな。こいつ、ごめん、どういつ指摘するよみたいになったよね、絶対。あ、もうマジこう、ああいうの恥ずかしい。あの、恥ずかしいといえばさ、あの、トドロクで、いや、なんか、あの、許されたわ。やったぜ。あの、みんな、覚えてね。うごめくって呼ばずに、トドロクってこれからみんなも読んでね。頼むわ。許されたから。一人にだけでも許されたらもうそれは正解だから。あれも、あの、自分に都合のいい方を信じてるから。ダメなやつだ、私です。いやさ、もう、ほんとに。トドロクで変換できない。変換覚えさせて、辞書で覚えさせて。読めないでいいと思います。これが熟、無知の知。違う。そういう無知別に求めてないからさ。頭賢いスマートロクちゃん目指してるから。まあ、みんなね、私がスマートなことは分かってるとは思うんですけど、もうね、分かりきった話だと思うよ、今更。え、これどうすんの？あれ、行き止まり？あ、ここじゃないのか。逆か。失礼しました。なんだっけ、昔さ、学校で、はい、分かる人手を挙げましょうみたいなのなかったです？
ニーズヘップは甘くないし、レンと言うと気を抜かなかった。なんかちょこちょこ見守ってくれてる。かわいい。あれ誰もおらんの。そろそろボスかな。お、ボスっぽい。なんでよ、本物だよ。フレーズベルクと戦うんかな。やおー。あー、フレーズベルクと戦うことになりそうだな。はい。あ、びっくりした。宝箱かと思った。アラフィノ君のなんか付き人だったわ。待ち構えてるわ。もうわかる。絶対フリーズベルグと戦う。あたいわかるよ。えい、行くぞ。とりあえず殴る。来たか人の英雄たちを。さあ最後の試練と行こうではないか。でアイミクは我が決意のすべてここに秘めと。なるほどね。よし頑張ろう。頑張って私は毒とかを打ち続ける。あの後ろでちまちま作戦行くから。卑怯と言われようがこれが私の戦い。もうみんなの後ろついていけば大体なんとかなるから。空こそは竹木竜の領域、その力試させてもらうぞ。はい、あいたたたたたた。あこっちに行けばいいのね。とりあえず毒。ああ待って、どこ行った。行った。助けて。回復してよく耐えてる。やるじゃないか。次の攻撃はどうだ。攻撃毒を与える。みんなで一緒に耐える。とりあえず殴りましょうね。もうごめん、今見た。今もう一回同じの反応したかも。殴れば大体解決すんだよな、この FF の世界は。みんな別れろー。こういうことね。多分重なってると大変ってことだよね。だからそういうのをこう見極めて戦いってことだよね。バトルボイスして、ヒーラー、ほんと。いやだとしたら素質がありますよね。ヒーラーってめっちゃ大変じゃない。あのなんかヒーラーってさ、こういいタイミングで常にみんなが満タンにあるようにとか、例えばあー助けて、こういうさ、あの食らった時によ、あの要はその的確なその状態量を与えたりとかほらしなきゃいけないわけじゃん。そういうの大変だよね。でこの赤丸に入らんように、あやーダメ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 、入る、どうやっても入る。いて、あ助けて、あの助けて、回復して、痛いよ。ヘッポコ誰これ。で、毒与えて、いたたた死ぬよ。ロキモーガン死ぬよ。助けて、味方助けろ。一緒に受けるわ。でもあ、これみんなで受けるの。あ、よかった。回復があったけ、回復があったけ。でこれやって、みんなの近くにいれば大体なんとかなる。あ、本当になんか技発動されてた。全然画面見てなかった。これが人の息、我が一辺の希望をかけるに値する力か。そうです。そしてこの光の天神にバフもついてるからね。お任せある。私に全部任せてください。フレーズベルク、力をください。愛をくださいの歌みたいに、力くださいボウボウって歌う。ボウボウ。やめとこ、変な替え歌やめとこ。誰も救わない。あーなるほどね。よしよし、とりあえず攻撃するか。レッツゴー。オッケー、終わった。これラストエリクサーじゃなくてできたわ、よかった。みんなと一緒にいるね。みんなどこ行っとっていく。みんなと一緒の方に行った方がいいから、みんなと一緒に行く。さっきからみんなと離れてすげえダメージ食らってるから。もうコンピューターについていくのが一番早い。あの実際の戦いの時はちゃんと攻略見るから許して。あのいろんな方と混ざる時、そして私自分のマウスカードがどっか消えた。どこどこ
あー戻ってきた。仲間任せになっちゃった。カーソル見つからん。勝ったか。よし。あ、このアラーガムストーン溜まってるから交換しに行かなあかんとか。やったぜ。ん？お？どこ行くねー。おいおいおい、どこ行くね。認めたんならそこ行ってくれよ。やった、クリアした。急にどっか行ったからびっくりした。手洗いしれず全力。わあかわいいな。あーなるほどね。あーいいな、こうやってみんなと一緒に。お、このね、どこ行くねーってだったいやあのね、やっぱね、このサポート NPC のおもろいとこはこうみんながこうやってほらこうコメントしてくれるのが好き。よし脱出。もうサポート NPC つい選んじゃうんだよな。だからねえ、私もやっぱこのファンファーレ聞くと FF って感じしますよね。私1とかの昔の初代やったことないからやってみたくもある。このさ、イゼルとか竜の清流感じの音楽ってこれだから、この音楽聞くとなんかイゼルちゃんとかやっぱ清流フレーズベルクを思い出す。固めの状態であったとはいえ、一度はニーズヘクを破っただけはある。揺るぎなき意志の強さ、確かに見せてもらった。さすがはハイエリンの人といったところか。全部しましょうやりたいね、時間なくなっちゃうよ。よかろう、これで最後だ。我が心に残された一片の希望とやらを大主に託してみるとしよう。なんかあのパッケージシリーズあったよね、全部のコンプリートシリーズみたいな、あれやりたいよね。私セブンはやったことあるんですよ。頑張りまーもす。よかったね、嬉しそう。はい、見て。あれ、あなたはかわいい。あ、大丈夫なの。ウィズオブニル、怪我は。どうやらいずれのものも覚悟を示したようだな。おう、なれば我フレーズベルグはここに誓おう。邪竜の影を払うためお主たちと共に戦う。おお、やったー。ダメだと思ってた私、まあ、別の禁忌の力探し出すんかと思ってたわ、本気で。愛しき芝と芝の心をつかんとした娘イゼル。ああ、イゼルちゃん、あなたがフレーズベルクの心を動かしたんですよ。イゼルちゃんすごかったね。まがいものとかね、なんかいろいろあったけど、言われたりもあったけど、やっぱりイゼルちゃんはイゼルちゃんで、芝とは違うね、彼女がらしさがあったんだな違う違う、銀さん違う、話が変わる。さあ滅ぼしましょうじゃないのよ。違う違う違う、救う側なんよこっち。青龍と戦うはなかなかないよね。ああね、生きた心地しなかった、ほんまね。相手は本気ではなく、どこか教え導くかのような戦い方ではあったがね。おかげで天竜の資格や攻撃の特徴を把握すること。アイメリックさん前向き。おお、来たぞ来たぞ、なんかこいつらほら、違う違う、滅ぼさない。おもぐり、違う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 、みんななんでそんな破滅派の方に行くわけ。滅亡させよう方に行かないで。お主の実に容赦ない攻撃っぷり、まさしく鬼畜、いや英雄の名にふさわしいと感心した。失礼なやつだな。おかげでモグの腰はリミットブレイク。そんなこんなで当分働くそうにないこっぽ。面倒な仕事は他のモグリたちに頼むしかなさそうこっぽ。よく言うぜ、回る口だわ何に参加するのです、滅亡に参加しないで。なんてことくっぽ。ロキちゃんが青龍様の試験を受けると知って懲らしめてもらおうとモグリ様を出陣させたのに。モグったん、聞かれてるぞ、長老に聞かれたぞ今。モグタンは仕事量3倍くっぽこれは仕方ないね、仕方ないです。ひどすぎるくっぽ、モグの計画はパッパラパーくっぽ、ごめんなさいくっぽ、3倍だけは勘弁してほしいくっぽはあ、まったくあいつ本当に
コリンやつやで、もう3、5倍してくれ。一歩前進したね。いい結果になったようで、一安心ですね。うん。やっぱこの二人がの意志が強かったからだと思う。ありがとう。青龍から協力の約束を取り付けることができたのは、ご両人の協力あればこそだ。ええて、友達のためやて。特に君の信念と強さが青龍の心を動かした。いや、照れますわ。すら分からない。ああ、照れますわ。ええで、気にせんで。しかし、戦いはこれからです。そうやね。の影がいつ動き出すのかは。いや、もう動き出しそう。ほら。方向が聞こえた。動き出した。タイミングいいな。この方向は。あ、ミドちゃん。我らがアイドルミドちゃん。さよう。これぞ紛れもなく我が子。ニーズヘッグの子。ああ、我が子って言っていいの？影なんでしょ？影ならもう我が子じゃないのではとかすごい細かい話。信号を開始するというのか。すぐにコートへ戻らねば。大丈夫、テレポがある、テレポは。みんなテレポあるんで、なんで走り出すんやろうね。時折テレポでみんなでせーので帰ったらいいのに、なぜか主人公いつも置いてかれるのも理不尽ですね。じゃあこっちにするか。よくわからんけど、そろそろ一般人
はい、すいません、音がオフになってたのが気づけませんでした。失礼しました。めっちゃいいシーンやのに危ない。よかった、いいところで気づくの。あーよかった、ちゃんとボイスが入ってよかったよ。私の声ごめん、しかも音声のやつ入ってる、字幕すら入ってなかったかも、ごめんね。ねえ、いやいや、ありがとうございます。アイリッシュヨシさんも、ハランさんも教えていただいて助かりました。なんだろうね、急にやっぱ邪流の力が働いたかもしれん突然邪流の力が働いたわ。あ、ニーズヘッコ君、え、ニーズヘッコ君こんな ど真ん前に来んの、強気やん。ていうか歩いてさ、ポトポト歩くの主人公じゃなかなかの強心臓やな。え、もうボス戦？これはどういうことだ、フレーズベルク。まさか貴様も裏切るつもりではなかろうな。いけ、ニーズヘッグ。いや、ジャリューの影を。あ、そうや、もうニーズヘッグと思わなくした。モーグリの呪いや、振り回してない。事実無根です。これ以上無益な戦いを続けてどうなるというのだ。すでに人の子らは、小野が空が犯した過ちを知り、反省してるんやで。なんか読み切れんかった。無論、我らの痛みも悲しみも決して晴れることではないが、それでもさらなる憎しみを広げること。なるほどね。皆さんすいません。本当に気遣わして。私がちょっとなんかバグって間違えたみたいです。失礼しました。あ、これね、分かった。私が多分角戻したから、元に戻った瞬間にちょっと間違いでかかっちゃった。けがらわしきとか言うな。裏切りじゃないでしょ。あなたもずっと同じこと繰り返してたらダメ。あかね、しばちゃんのことをほらけなしたら怒るで、ほら。あんなに温厚やった顔が怒った。我が愛しきしばの魂を愚弄するか。そりゃそうなるよね。私も旦那が愚弄されたら怒るよ。未だに怒りの炎を心に秘めてた。遠に燃え尽き消え果てたと思っていたぞ。さあ、こういうモンドは無用。今はただ戦う。あかんって、結局ここで暴れたら意味ないやろ。いやいや、違う違う。滅ぼさなくて。戦っちゃう？え？何何？離れたの？なんか主人公ちゃん、冷静に判断するな。いけるんか？いや絶対負けるやん、こんなんねえ。滅ぼさないで。え、フレーズベルク負けるでしょ。じゃないとメタ的な話で言うと私たちが活躍ないじゃん。いけるか？フレーズベルクは今までずっと戦ってないんでしょ。難しくない？火吐き対決？輝いてるわ。あー、ちょっとコートが滅びるからやめてねえ、暴れると。うわ、えぐ。大丈夫？フレーズベルク。いや違う違う、それは想像する場合ね。今破壊しかないのよ。暴れる、違う違う違う、暴れちゃダメくん。え、やばくない？ねえ、やばくない？フレーズベルク大丈夫？ねえ、あ、危ない、フレーズベルク。あ、アイヤ、アイメリク教ルキアちゃんかばったの見た？ほら、かっけー、惚れてまうやろ、あんな違う違う、軽い感じで言わないで軽い感じで滅ぼそうとかしないで。いける？フレーズベルク君だって全然戦ってないでしょ。その間ずっとジャリュー君経験値積んでんじゃん。やばくない？あと、ここで暴れないでコートが滅びる。ねえ、コートが滅びちゃうからやめて。あー橋が崩れる。ほいちぎって、ダメ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 。それも滅ぼさないようにしてるのに、滅ぼさないでよ。え、なんかブラックホールすごいことになってるんやけど。大丈夫？どうなった？え？
滅びじゃない、やめてやめて私フレーズベルク派だから。おちょっとちょっと、滅びちゃダメなんよ。頑張ってフレーズベルク。そうやろ。あ、フレーズベルクの翼。あ、そうやろ。フレーズベルク死ぬの？ねえ、やっと今。ねえ、は？ねえ、どうなるの？翼ちぎ、死んだの？ぐぬ。無様だなフレーズベル。所詮は人に媚び打った軟弱者よ。千年の時を戦いする。やっぱそうなるんか、経験値が。翼もちぎって死んじゃうの？ねえねえねえ、やだよね。フレーズベルクせっかく仲間になったのに。戦いは終わっておらぬ。おや、いや違う違う、フレーズベルクはまだ生きてる。我が力は希望とともにすでに託された。フレーズベルク、目だ。貴様その目をどこへ。さっきまであったはずなのに目を取ったってこと？主人公ちゃん？目一個だけで足りんの？主人公どうするの？え、何？これはどういうこと？え、私が竜の目の力、竜の力引き継ぐってこと？え、でもフレーズベルク死んじゃうのね。フレーズベルク、目を人不正に与えたというのか？後で返せる？ねえ、後で返せる？これねえ、フレーズベルク助かる？お前はあの時の、そうか、我が肉体を切り裂いた人の英雄か。よかろう、今こそおはよう。え、どうなるのこれ全部。え、助かる？ねえ、フレーズベルクが助かるかが気になるんだけど。ねえ、大丈夫だよねフレーズベルク。ねえフレーズベルク無事だよね。うちの主人公ちゃんかわい。ここで私との戦闘が入るの？あの、心の準備ないですが、あの、あ、よかった、ちゃんとコンテンツ解放ですね。はい、フレーズベルク無事？ね、フレーズベルク無事ですか？心の準備欲しいな。いや、もうなんか、私ここで一人だけ、なんで私だけここに取り残されてるの？ま、マジか。マジか。いやー、生きててほしいんやけど。私的には生きててほしい。だって、希望を託して、もう瀕死になりかけでも、この音楽も胸が上がるね、テンションが。そう、私がフレーズベルク君を助けなきゃ。ねえ、どうなってるのフレーズベルク。待って、これ。あ、これ、組むやつですね。組むやつか。組むやつか。組むやつね。やっぱね、先にね、ちょっと予習をしておかないとね、ご迷惑をおかけしちゃうんで、ちょっと、だから。とりあえずね、それはそうですね。確かに目は返してあげたいですね。返してあげたいけど、なんか違う、みんなすぐにあのあれだから、あのなんかやればええやろみたいな感じになるから。モーグリ、ここで最強の武器モーグリが来る。ニーズヘックの、これの、ちょっと待ってよ。なんかね、こういうの、知らない人と一緒にやるなら、ちょっと攻略ガイドとかを見とかないとね、全く動きわからんくなったりするから。あ、でもちょっと待ってよ。これまた、アラムガンストーンみたいなもらうから、交換しとかなあかんから、めっちゃええところなんですけど、今日これぐらいにしとくか。いやでもな、ちょっと待ってよ、アラムガンストーンだけちょっと交換してきていい？ちょっと戻ってくるから、ちょっと俺必ず戻るから、ちょっと待って、おらすぐ戻るからよ、待っていてくれ。あれどこで交換できないっけ。ドラゴンヘッドやったっけあれって。
いや、これイシュガルドやからちゃうな。あの、なんか真ん中あたりの土地のやつ、何だっけあれ、名前。名前を忘れた。レブナントツトールやっけ。もう行けるだけ行ってみるか。いや、この、もう私マジでフレーズベルクさんがどうなるかが気になって気になって、あ、ここだここだ、気になって気になって仕方がないんですが、助かるんかな。あ、ごめん、なんかここ人の通り道やった、ごめん邪魔した。本当？え、これどこやっけ、なんかここら辺なんか交換できるやつあったよね。あ、これじゃない。あ、これ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 。ファイターでええんかな。なんかこう、ここでこう交換するみたいな。ぶん回されんの。私、モーグリなんてぶん回されちゃうの。でもここら辺も武器ほら、あのなんか、弱いのしかないから、ええんかな。交換するのないのかしら、もしかして。ここもないから、ここで、なんか特殊武器関連とかでもらったらいいのかな。え、なん、何を交換すればいいのか。なんか、わからんけど、じゃあこれと交換しとく？あ、よくわからんけど、え、なになにこれ、ミニオン習得。あ、じゃあミニオンもらっとくか。はい、これでええんかな。で、交換してこれも使って、これも使って、あ、間違えた、使って使って、え、これは何？あ、プリンセスデーのやつか。使って使う。お、これで一応なんか、なんか溜まってたやつは消費できたはず。え、ここはあの、あ、ここから行かなあかんと。じゃあデジョンでいいわ。よし。いけるんかな。私、タンクやヒーラーじゃないから、まだ考えなくていいのか。エフェクトを見てよく避ける。ふんふんふん。結構死にやすい攻撃があるらしい。表示される前から範囲がわかる。ガンという効果音とともに、青い線が出る。青い線、が来たら逃げる。はい。OK。で、まずは、雑魚が3人出てくるから、タンクは左右の雑魚の敵地を取る。はい、私は、タンクじゃなくてよかったとは思った。タンクの人すごいよね、本当にこういう判断できるの。腕を上げる。3体の卓の中央の雑魚は敵地を無視して攻撃してきます。つまり、他も狙われる。腕を振り上げたら前方が見えない範囲攻撃に、前方に見えない範囲攻撃。だから腕が来たら、上げたら逃げると。はい。で、なんかすごい攻撃来たら端に逃げると。範囲を突っ切るなど、端に逃げろと。で、その後が、黒い範囲の攻撃なんか来ると。ボスが変化3段階目になったら、なんかすごい黒い範囲攻撃来るから、即死しやすいから気をつけてねと。うん。ねえ。頭割りマーク来たらみんな集める。狙う、あのマーク来たら集めなきゃいけないよと。で、炎は、見えない直線攻撃。黒い範囲と同じで、中央で戦いつつ黒い範囲はエリアの四隅に逃げる。はい、行ってみましょうか。緊張するね。
あとね、これね、やっぱりね、まあ、時間、この時間やからね、一緒に戦ってくれる人おるかな。あの、さっきのサポート NPC と違って、普通に本当に人と合流するマッチング形式なので、あの、合流するまで結構時間かかったりするんですよね。だから、そこがどうなるかやな。さて、待ちましょうか。どうなるかな。今私しかいないですからね。ちょっと飲み物飲むか。結構時間かかると思います。一瞬マイクを押します。もうなんなら離席もできちゃいそうだよね全然集まらんと思う。多分時間が時間だからな。平均待機時間を5分って書いて、5分未満だけど、この時間にやってる人がいなさそう。そもそも。とりあえず、私がせっかちさんなのもあるので、あの、みんなとトークがどれぐらいできるかですね。みんなとお話が、私がもう話すことなくなったら諦めて次回に、あの、持ち越します。ああ、じゃあ何の話するかな。あの、そうそうそう。ボス戦の前にね、ちょっと話そうとしてた、あの話ですけど、あの、学校の発表とかって、昔って手を挙げて名指しする形だったんですけど、うちは。あのね、あの、わかる人みたいな手挙げてやるやつ。私さ、マジでさ、あれ、間違えるのが怖くて、まあ、よくあるやつですよね。間違えを恐れずにって言うけど、でもやっぱりみんなの前で間違えるの怖いからさ、なかなか手を挙げないんですよ。でも、すごい先生に、ロキちゃんは手を挙げないのかなって言われて、なんか、できれば手を挙げてくれると嬉しいなみたいな言われてさ、もうその時ももう分かる通り、清純清掃、シャイガールだった私はですよ。あの、いや、でも、恥ずかしいし、とか思って、まあ、それも言わないんだけどね、もう無言のよ、先生にも。うん、ってこう頷くだけ。うん、やるだけ、メイちゃんみたいに。そう、で、あの、でもさ、先生があんな風に言ってたから、先生に悪いなと思って、あの、手を挙げようと思ったの。確実に分かる質問をね、あの、私もまあちょっとは予習とかしてるから分かるから。で、めちゃくちゃ自信がある問題が出たのよ。これは私だと思って、私答えれると思って、でさ、その他に手を挙げてる人がもう何回も手を挙げて答えてる人だったわけで、先生はその前の時に名指しでよ、ロキちゃん、あの、手挙げてくれたら嬉しいなって言ってたわけだよ。つまり、そんな中で、私だけだよ、あの、答えたことがないの。私が当てられるに決まってるじゃん。と思ったの。で、ワクワクして見てたら、先生と目が合ったわけ。それで、じゃあ、ロキさんって言われたと思ったの。思ったの。そしたらね、で、意気揚々と答えたら、なぜかハモったのよ。後ろの女の子と。A、聞き間違いです。泣いたね。いや、泣いてないけど。泣いてないけど、心の中でも泣いたし、あの、許されるんだったら教室からもう走り出てたよね。もう、そう、目と目が合う瞬間に答えようと思ったと思って、はい、答えは1ですとか言ったのにさ、後ろも答え1ですとか言って、え？え？ってなって。そしたらさ、あの、そこでさ、ちょっとさ、こう、空気読んでくれりゃ、いや、それもまあ、ずずしいか。先生がさ、苦笑いで、あの、あ、そっか、あの、ロキちゃん答えたくなっちゃったんだね。でも今当ててたのは、後ろの何々さんなんだって、そう。わざわざね、最後ナイフで突き刺されましたね。もう私ね、一生手あげないって思った。もうそれからはね、もう一切手あげなかった。あの、なんか手あげた方が、その評価が上がるとかっていうのを言ったりしてたけど、もう絶対あげへんと思って、もう一生あげなかった。いや、マジでそうだと思う。後ろの人ごめんと思った。でもさ、そんなドンピシャなタイミングでさ、あえてそこでやると思わんやん。後ろの人もさ、
実は言うと後ろの人はもう何回も回答したことがある人なんですよ、さっき言った通り。だからその手を挙げた人の中では私だけが初めて手を挙げた人だったのよ、本気で。だから嘘やろと思った。だから先生あんな風に手挙げてよみたいなこと言ってたのに当てへんのみたいな。勇気出して手挙げたのに当てへんとかあるってなって。超衝撃だったね。嘘やんってなって、もうそれからね、でもねそれからというもの、なんか先生本当に先生鬼じゃない。超恥ずかしくて、いやもう公開周知だわと思って、先生が何回もそう先生やめてってなったよね。間違えて名指しされたかと思い意気揚々と答えたロキちゃん、実は当てられたのは後ろの人でしたっていうひどいオチですよ。もうね初めて手を勇気を出してあげたからもう二度とあげないってなったけど、もうねそれからというものをなんかロキちゃんも頑張れば手を挙げられるんやと思ったらしくて、めちゃくちゃねチラチラしてくるの、あのチラチラって、あの次こそ当てるからねって顔してんの、顔がもうわかる、空気読めるから。でなんかこれわかる人いるかなって言って、もうみんな手挙げてるんだよ何人か、なのにめっちゃ私のことガン見してくるの。でも私もうずっと視線そらしてたよね。すっあっ整った、あちょうどいいタイミングで、えもうこれ終わったらもう解散かと思ってたわ。そうすごいチラッチラッ、誰かいないかなチラッって感じで、もう何回も見られてて無理よってなって。恥ずかしいよねああいうの無理だよ。来たー、もう無理かと思った。フレーズベルクを助けたい。フレズベルク死んだ？ねえ、フレズベルク生きてるよね、お願いだよ。お願い生きてて。めっちゃ息をためてからのブレス。あ、よろしくお願いします。はい。はい。よくわからんけど、皆さんもしかしてあれかな？もう詳しい方々ばっかりだったりするんかな、私だけが実は詳しくない人だったりする、もしや。そのマークの見方も何もわからんけど。あ、危ない。違う危ない。危ないだけで間に合って。危ない、死んでる、危ない。私死にかけてるやん。ごめんなさい、ヒーラーさん。ねえ、いや、ヒーラーマーク多分そうだと思う。ヒーラー職ってなかなかないもん。私の職多分すごいね、多いと思うから、なかなかマッチしないですね。一瞬だからそのために転職しようかと思ったんだけど、まあ、よくよく考えたら、危ない。私、そんなに上手くないからさ。いえ。これどこ行くの？私、そんなにヒーラー上手くないから、行ったところでって感じで。こっちにみんなで行くんですか？いやー怖い。あ、これは丸いとこ入ってていいのかな。これなんかヒーラーのなんかそういう力かな。フィアーして、で私はとりあえず毒を当てまくっといたらいいんだよね。でこうしてこうして、いけた？やったか？皆さんお上手ですよね、本当に。私はもう本当に守ってもらってばかりで、なんか全然うまく動けてない気がする。申し訳ねえ。いけてる。あ、回復。いつの間にかもう回復。あ、いた！危ねえ！満タン。愚かな竜騎士の肉体。そこにある。エイチニアー！お前ってやつ、体が。人の言う、憤怒の方向機。エティニア、エティニア、
これぞ終焉の粒子よ。うわ、なんやこれ。レジニアじゃないやもん、この体。我が粒子を耐えるのはフレーズベルクの力を使いこなして入って入れますね。なんかよくわからんけど使いこなしてます。え、もうエスティニアじゃないやん。一瞬エスティニアの体になったんかと思って、全然エスティニアの体ちゃうやん。お前エスティニアの体がそんなやと思ってるとしたら、お前の目節穴やぞ、ニンゼック。もう容赦しないから、あたい。いくらエスティニアの体をしてようが、あたい容赦しないから。もう皆さんクリアしたことがある人たちだったりするんかな。あ、これみんな離れた方がいいのね。はい、いったー。あ、そうなの。え、みんなどこいる？端っこでいいの？ね、合ってる？なんか私だけめっちゃダメージ食らってる。申し訳ねえ。みんなさん申し訳ない。ごめん。下手くそでごめん。いまだになんか動きが分かってなくてごめん。なんか、うわーいってこう、なんか適当に納金のまま歩み続けた結果がこれです。申し訳ねえ。危ない。これで端っこに避ける。痛い。あ、そんなになんか硬く防御力上げてもらってるのかな。危ない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 、みんな危ない。痛い。こいつ何回分身するねん。え、で、毒とこれをちゃんと補充して、はい、今はあ、ピーヤーでもしとくか。ピーヤーして、で、攻撃して、で、この後の携帯変わった時に、危ないちょっとこの青い線が来るから気をつけろと。なるほどね。で、そう、私もドラクエの時来てたわ。そういえば、あの、食らうのかなっていうタイミング、多分ダメージ受けるだろうなってタイミングでもすぐ発動できるようにしてたわ。集まれみんなで、一つみんなでダメージを食らうんだ。もう大丈夫、離れて。で、これを与えて、で、攻撃、あ、つない、来る。これがなんか即死だから気をつけろって、即死になりかねないから危ないよって書いてるの見た。危ない、間に合うか、あたい。はあ、間に合った。いや、死にかけ通る。あぶね、回復の人すげえ。いつの間にか回復してる、すごい。もう本当に足引っ張ってる感しかなくて申し訳ねえ。私弓でちまちま撃つのが向いてないっていうのか。そんなバナナ勝った。ねえ、集団心理やったぜ、勝ったぜ。皆さんのおかげで勝てた。やったー。エスティニア？エスティニア？エスティニア？その目剥がしなはれ。いやー、GG ありがとうございます、愛のしょやきさん。やったー、ありがとう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 、わーい。なんか、なんかうまく俺言えない、ごめん、ありがとうね。私チャットの送り方がわからん。ごめん、エモート送れない。ありがとう、ありがとう、お疲れ様でした。え、ランコネクトさんも GG ありがとうございます。剥がせるか、あの目の玉。エスティニアン殿。アルフィノ君、ね、戦いにも手伝ってくれよ。あの目ん玉2つ剥がせ。アルフィノ君暴走しそうなんだよな。アルフィノ君なんかやらかしそうで心配だわ。破れるとあーあーあー、ハランさん、いやいや違う違う、それチャンネルポイントリクエストだから全然いいんですよ。そんなことがあってなるものか。最高じゃない。
てて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 てね、FF のそれ他にもやりたいなシリーズまた。ごめんね、ニーズヘッグ君話してるところなのに。その過去の栄光にすがるな。お前は負けたんだ俺に。あーニーズヘッグ君ね、もう過去の栄光ですよ。エチニア、あ、やった。エチニア、あ、エチニア、あ、エチニア、エチニア、あ、エチニア、え、エチニア。煽らないの。エチニア。相棒よ、最後の頼みだ。俺が邪竜の意志を抑え込んでいる隙に、とどめを刺してくれ。本当ですか。あ、ありがとうございます。ありがたい限りです。実は他にも表情作ってたんですけどね。ちょっとアニメーションとかにいろいろしたので、もしなんか欲しいのがあれば言ってください。またアニメーションはアップ予定です。あー、外れないのか。よし、来た。ブス、違う。そうじゃないね。つらいよ。やだよ。もうイゼルもみんなも失った後なのに。最後の務め、果たさせてくれ。助けたいよね、エスティニア。嫌だよ。やめるものか。やめるものか、絶対に。絶対にあなたを救いたい。違う。うちのみんなちょっと、なんか思考が違うんだわ。アルフィノ君？え？よし、殺そう。違う。イゼル？イゼル、あ、おいしょわ、あかん、泣いちゃう、おいしょわ、ああ手伝いに来てくれたの、ああ泣いちゃう、取れた、あ、イゼルとオルジュワンが手伝ってくれた。あかん、泣ける。あ、私マジこういうのね、ダメなんだわ。前から言ってますけども、こういう感情移入がもう、あのね、もう爆発しちゃう、感情が。あ、ニーズヘッグが、これ天に飛び立ったってこと？これが人の意志。我は。本当に玉ですよ、玉が。玉が出てきましたから。人の、ね、オルシファンと、あ、オルシファン、イゼル？あ、行かないで、行かないで。うんねや、もっと話そうや。あ、イゼル、オルシファン、つら。あ、なんか涙が止まらない。こういう時にこれよ。みんな。二人とも手伝ってくれた、私たちのために来てくれたのか。俺じゃあまだ話そうよ。さあ、竜の目を雲海の底へ。雲海の底へやったら意味あるの？だって拾われたら終わりじゃない？大丈夫な？えい、いや、誰かが拾ったら終わりちゃう？いいの？大丈夫な？雲海の底で。大丈夫？悪用されへん？ぺちゃ、いや、そうなってるんかな。ねえ、いや、他の方々もね、素晴らしい活躍でした。回復とかのタイミングとか、タンクも素晴らしかったですね。あー、よかった、エスティニアン無事でよかった。ある、あ、
エスティニア。もう拾ったあかん、その親切いらん。もうアイメリク教の友達を二度と失わせたくなかった。よかった。でもみんながどう印象つくかだよな。お姫様抱っこ。これくらいはさせてくれ。うん。急にあんだけ殺すとか言ってた人たちが、あれなんか手のひらくる。これぐらいはさせてくれてなんやねん。お姫様抱っこ。かっこいい。何アイメル教何か悪いこと考えてない？あっ。フレーズベルク。ああ姫様だ。それが気になってきた。ご助力に感謝します。偉大なる聖竜よ。ねえ本当によかった。目はこれで迷惑は果たされた。はあ、お目目返したらいい。よくぞ我が目をの力を引き出し邪竜の影を払ってくれた。いや本当に元気でよかったわ。翼ちぎれた時死んだんかと思ったけど生きてたわ。よかった。フリーズベルクちゃんまでと思って。目どうやって返すの？目は返さなくていいの？ねえ、その者の命が助かるよう我も祈っておく。ああいい子やフリーズベルク。え、目は返さなくていいの？いやでも自分の中に入れちゃったから返せないの。うぅへって出せないの。ねえ返せへんの？めっちゃ大変やん片目での生活。いやでも今までも片目で生活してたのか。だからそういう意味ではまた前の生活に戻ったのか。戦いは終わった、あとはフレースベルグの言葉通り、エスティニアン殿の回復を祈るばかりだね。いやでもどうなんだろうね。なんか不穏な予感しかしない。やめてやめて取らないで、やんだ。あそうか、みんなあの隙にレッドブル飲ませてたんか。それやったら確かにそうだな。そうヨロヨロした人いる。エスティニア死なない死なない。あそこまで行ってすまないみんな、治癒士の力も虚しくエスティニアがとかなったらそれはそれちょっとってなるよ。あの時苦しみの中で私は、いや今はあえて言うまい。いやわかるよ、ただエスティニアの魂の強さを信じるだけだ。そうだね、いい話だな。いい話なんだな。ジャリューズの影との戦い、よく戦い抜いてくれた、勝利したこともだが君が無事でいてくれて本当に嬉しいよ。うんそうだね、とにかく今はエスティニアンドのが心配。そうだね、行こう。私も無事か気になる。こっからショートカットできる。あこんなショートカットあったの知らんかった。全然街の構造分かってない。え生きてるよね。次回エスティニアンシスみたいなそんな展開ないよね。大丈夫だよね、信じてるで私。頼むで。失礼。あ渋声欲しいな。それちょっと大塚明夫さんになれるんやったちょっとためらっちゃうな。エスティニアン、いやいやいや、もうなあゆの塩焼きさんなくしとるなくしとる。エスティニアン滅んどる。生理を連れ帰ってくれた。なんと感謝していいものか。私がしたことはビビたる。本当だよ。本当だよ。私のしたこともビビたるものです。かっこつけよ。あ、かっこいいこと言うね、アルフィノ君。いや、でもね、アルフィノ君のおかげだよ。アルフィノ君が助けたいって思って動いたからこそ、ここまで行けたんだから。回復してない。なるほどね。そうやね。エスティアンドロにはアイメリクさんもついておられる。そうだね、今はもうちょっと一旦私たちは休んだ方がいいか。あいよ、なんか大丈夫かな。なんかアイメリク教この後なんかもうせめてこれぐらいはとか言いながらさ、なんかこううまく言えないんだけど、なんか言葉の節々がさ不穏なんだわ。気のせいかな。いや気のせいやったらええんやで。ヤンコネクトさんありがとうございます。水分今あ私持ってる水分がないかもしれない。持ってる水分っていうとなんか手にちょっと手がピチャピチャみたいになってるな。
ちょっと待って、このムービーそろそろ入るかな。ムービー入ったら飲むんですけどね。入りそう。ちょっとオフにします、マイク。飲みます。おお、無事であったか。どうにか命拾いしました。我らが英雄の力が蛇竜を退けたのです。そして最後は亡き友たちに託された思いに助けられました。私も私なりに必死に戦ったつもりではあったが、よし、結局は英雄殿、ウィンク、突然のウィンク形になってしまった。イシュガルドの騎士でありながら不甲斐ない。全員が全員英雄になれるわけじゃねえってことさ。ここは素直にエマネラン偉業を称えようぜ。イシュガルドのために戦ってマブダチって表現が笑う。エマネラもいいやつよな。やったぜ、ありがとうございます。助かりましたか、皆さん救われてください。あ、それから俺様のことも褒めてくれよな。第3区の対流バリスタを指揮して竜どもをバッタバッタと打ち落としたんだけど。キラキラ。エマネラン君は相変わらず調子に乗ってます。大声でわめいただけです。はい、ワイバーンを複数打ち落としたのは確かですが、褒められるべきは射手の腕前でしょう。オノロア君結構厳しいな。うん。相変わらずだね。行かないで。エマネランの手柄については後ほど詳しく検証するとして、うん、検証されるんだ。お二方ともお疲れでしょう。エマネラン信じられてないな。部屋を用意させてあるゆえ、ひとまず休息を取られるといい。はい、ありがとうございます。ちなみにいつもサムネに使ってるのはあの後ろの百合ですね。閣下、ご好意は大変ありがたいのですが、うん、私はもう一度アルフィノ君思い詰めすぎやで。前みたいに思い詰めすぎてないか。失礼します。ちょっと気一回落ち着けた方がええと思うけどな。また気張り詰めすぎたらよくないで。余裕の表情のうちの己の体よりも盟友のことが心配ということか。え、アルフィノ殿も強くなられた。あれ、私の評価が間違ってる。どうやら貴殿もそわそわしておいでのご様子。さあ、我々のことなどよりも青の竜騎士のもとへ見舞いに行くのがよろしかろう。私普通に休む気満々だったよ。あれれ、あれれ、おかしいな。ちょっと待ってね、ここで設定してた。あれ、寝る気満々やったのに追い出された。愛しおさんのポジションがわからない。後方腕組み、見守り勢になってる。お前も強くなったな、俺は分かっていたぜ、うん、って感じの。私も同じ気持ちですけど、強くなったな、アルフィノみたいな。前はもうなんかね、昔ね、自分でこう理想のために作った団体のメンバーに裏切られて追われる身になってめちゃくちゃ意気消沈してたんですよ。もうダメだ僕みたいな。そこをね、いろんな人たちに救われて、もうなんか今こうやってね前を向いてるんです。あ、アルフィノ、あれ、エスティニアの看病して断るわけにもいくまいよ、取って返せのこの激戦、アルフィノどうも疲れているだろうに。ありがたいわ。アイメルク教もだよ。もっと他にもやることたくさんある中でやってるから大変だよ。無理しないで。何やら感慨深そうにしている。お、ムービーか。エチニアンと友人になったのはかれこれ10年前のことになる。やつと私は神殿騎士団だ。ああ、同期だったんだ。入団当時からエチニアンの名前程度は覚えていた。孤児の孤高の存在だった彼にとって私など眼中になかった。ある紹介に向の最中に大型ドラゴンの騎士を受け、たった2人の生還者になるという経験をしていなければ果たして共になっていたかどうか。はあ、とにかく当時のエスティニアにとって故郷を壊滅させたジャリューの復讐だけが全てだったのだ。両親と弟を殺した報復だけがね。
その弟にどこか面影でも似ていたのだろうな。アルフィノ殿には特別な期待を寄せて、あ、確かにね、結構アルフィノ国へ言ってた。アルフィノ殿にとっても常に本音を口にするエスティニアンは兄のように映ったのではないだろうか。確かにそうかもしれん。かく言う私も奴の不器用さに救われたことがあるのでわかるのだよ。だからこそ私はエスティニアンに。なーにー、もうやめて、なに、なんか不穏。エスティニアン殿の容態が直ちに病室に来てほしいとのことです。なんやと、まさかここで次回予告みたいになって焦った。そう、病室急いで、え、カットシーンが連続して再生されます。しばらく時間が十分に、あ、なるほど、エスティニアン、すごい略されてる。エスティニアン、ちょっと、いや、見ますよ。もちろん見ます。ここまで来たらそら見るでしょ。え？泣いてる？アルフィノ？アルフィノ？なんで泣いてるの？え、まさか？走っちゃうよ、そりゃ。広いな、改めて。寝てる？いや、動いてる。寝てる？あ、起きた。あれ？もう泣くのはよせ。耳障りだ。お、ま、紛らわしいよ、アルビノ君。すまない。エスティニアン殿の無事を実感した途端、もう、いや、なくなったと思ったやろ。いや、まあでもね、アルビノ君の気持ちもわかる。紛らわしい。見込まれ口もほどほどにしろよ、うん、エスティニア。うん。アルビノ殿と英雄殿がお前の帰還を信じて行動してくれなければ。この状況にはなっていなかったのだから。そうだぞ、そうだぞ。てか、アルフィノ君の力が強いよ。わかっているさ。エスティニアン君の素顔初めて見たよ。ありがとうよ、アルフィノ。髪白やったんや。相棒よ。みんなお揃いやん、うちの3人。聖竜フレースベルグの力を借りて、邪竜を倒すとは。光の戦士の名は、伊達じゃないな。いやー、それほどでもあります。よかった。よかった、起きて。許してくれ。本当によかった。エスティニア。私は、私自身の判断で、友であるお前に弓を引き裂いした。なんと詫びればいいか。いや、それが正しい判断だったよ。私たちがどっちかっていうと甘いというか、希望にすがったんだから。決断だろ。うん。逆でもそうしたよ、絶対。常に冷静に。対局を見て判断できるやつだからこそ、俺はお前を信じてこれまで背中を預けてきたんだ。エティニア、何より俺自身助かるだなんて思いもせず、ジャリューを道連れにすることしか考えていなかったんだしな。そうやな。だからどこかの坊ちゃんみたいにメソメソするのはなしだぜ。すぐそういう。あ、もうかわいいな、お前たち二人は。本当によかった、本当によかった、よかった、よかったよ、本当に。なんや、そんなしかめっ面。リーズヘッグに体を奪われてからもおぼろげながら意識はあったんだ。うん、そうなのか。そこで感じたのは、邪竜の果てしなく暗い感情だった。ああ。半身のように感じていた妹、ラタトスクを人に殺された。深い悲しみと絶望。辛いよな。いや、簡単には言えないけどさ、本当に大事な妹だったんでしょ、ずっと一緒にいた。うん、鏡写しにした俺の心のようだった。うん、
両親と弟をニーズヘッグに殺され、復讐だけをよりどころに竜を狩り続ける道を選んだ俺自身のが、なんか似た者同士というか、なんかそういうのでつながる縁があったのかもしれないね。エイティの素顔こんなんだったんだってなれへんのやけど、奴と俺には決定的な違いがあった。こんな俺にも師匠や友人、仲間ができたんだ。そうやね、師匠って誰や。いさめ、師匠は知らんかも。導いてくれる大切な存在がな。エイティニア、ええこと言うやん。エイティニア素顔初めて見たから慣れない。何回も言うけど、ニーズヘッグを止める者はいなかった、それだけの違い、ほんのわずかだが果てしなく大きな差だ。奴はある意味で孤独だったのさ。まあ難しかったよね当時。フレーズベルクも止める余裕なんてなかったやろうし、蛇竜の影は芝を亡くした悲しみとかで雲海に散った、念願の復讐を果たしたわけだが、俺の心は晴れちゃいない、ただあるのは全ての死を悼む心だけ。そうなんだよな、結局復讐はなんていうか最終的にはこう、何も生み出さないからな。本当に赤いのに染まっちゃって、あの冬鎧も。今日で竜狩りはしまいだ、教皇代行さんよ。青の竜騎士の称号は返上させてもらうぜ。療養してくれ、療養してか。エスティニア、どうするんやこれから。寝ただけか。喋り疲れたのでしょう。ですがもう大丈夫。ほんまエーベル君、安静にしていればじきに回復しましょう。あとはお任せを。よかった。でもよく考えて、あの鎧は見てたけどエスティニアの顔見てたわけじゃないから、なんかこいつが犯人とみんな思うわけじゃない。そういう風に思うルート来ないか心配でさ。あとアイメリッキョ何考えてるかもわからんくて怖い。アイメリッキョなんか俺の体を犠牲にみたいな、そういうのないよね。ね、そういえばあの時もなんか言ってた。何やめてよね、何する気なの。強行代行降りるだけやったらなんかけじめとかそういうんじゃでもあるけど、なんか不穏なんだよな。なんかもう最近あの FF には大体裏切られてるから、この FF14 に大体裏切られてるからね。運動における蛇竜の影との激戦からしばらくして、アイメリク卿は強行代行として、これがけじめってこと。大丈夫だよね、杞憂だよね。千年にわたり、歴代の教皇が受け継いできた王権を放棄し、共和制への移行を宣言したのである。まあだいぶ土台は整ったから今ならスムーズに行きやすい。以降イシュガルドの政治は、貴族から選出された貴族院と、平民から選出された庶民院の議員たちが担うこととなる。そうか、愛名教も疲れ、政教分離を行いながらも、貴族と平民の両者を立てた改革案は、事前の根回しの甲斐あって、そうだね、だいぶ頑張ってたもんね。受け入れられた、いろいろあったけどね。そんな本当に貴族院初代議長に選出されたのは、共和制移行宣言と同時に教皇代理から退いたボーレル子爵ことアイメリク卿であった。いやそりゃそうよね、妥当だわ。よかったよかった。なんかアイメリ教引退してなんか田舎町に帰るわみたいな感じになるんか思ったわ。でもアイメリ教には休んでほしい気持ちもある。当初アイメリク教は議長就任を強く拒否していたが、やるね。意外なことにデュランデル伯爵が熱心に説得し、どんなやつやったっけ、承諾させたのだ。忘れちゃってる。すごいね。いや
やっぱりね、今まで頑張ってきたアイメル教だからこそだよね。だからアイメル教もうやめて、どっか隠居しようと思ってたやろうな。すごいな。やっぱアイメル教の人徳とかそういうのゆえだろうね。だからこそ引き止められたし、だからこそみんな受け入れられたんだと思う。おお、あ、竜たちが、やっと竜の同盟が結ばれる、念願の。後日行われた、式典、議長就任式典には竜までもが招かれ、新たなコートの門出にふさわしい。いやー、いいですね、竜との門出がね、素晴らしい、いい話や。この子あんまり印象にないんやけどな。え、竜の背に乗っとる。いい式典だ。人々は白竜の背に乗り、蒼天の空を舞うアイメリク教を見て、竜を狩る新時代の青の竜騎士と呼び称賛したのだった。ああ、なるほどね。今まで竜騎士は竜を狩る、倒す存在だったけど、それが竜と共にある存在に変わったんや。エスティニア。エスティニア。エスティニア、お前どうするんや。なんならうちの暁の決め入るか。スカウト、ビップ待遇でスカウトしたるで。フレイズベルグ、羽大丈夫？あ、目返ってきてる。目が返ってきてる、ミドちゃん。かくして最後の方向は雲の波間に消え、あ、でも翼ちぎれてる、左の下ちぎれてるわ。でも飛べるんや、ミドちゃんと一緒に飛ぶのいいな。お目目大丈夫？戻った？え、左目だったよね、お目目取ったの。お目目返したってこと？いいな、こうやってなんかフレーズベルクちゃんと飛べるの。じゃあねってお別れした。翼生えてくるんかな。この方向はフレーズベルクのバイバイっていう方向か。おお、ホルタン伯爵回顧録、蒼天のイシュガルド終章、最後の方向より。あー、ええなー、ホルタン伯爵なんか小説書いとるやん、めっちゃ書いてるやん。そんなん回顧録書いてたん。まあ確かに一番近くで見て感じてきたのはホルタン伯爵やもんな。私たちを招き入れてくれたところから。そっか、やっと終わっちゃったのか、その天のイシュガルド。これがあの蒼天のイシュガルドの回顧録ってことですね。あんなに竜は敵だってなってたところから、こんな手を取り合う時代が来るなんてね。私冒頭始まった時想像もしてなかったわ。竜を倒して取ったのってやって終わる話だと思ってた、ぶっちゃけ。で、教皇も怪しいから教皇を倒して取ったのってやって終わるみたいな、そんな脳筋ストーリーしか考えてなかったから、いやすごいなって思う、本当に。あれ？あ、これはエスティニアの病室か。抜け出したんやな。なんかいいね。この、なんか、この、これだけでなんか伝わる感じの表現が好き。空のベッド、置いてあるヘルメット。うん。なんかあれ？なんか銀さん言ってることが違う。あの、なんか私の言ってた話と違う。なんか人類滅亡の本の話言ってるやん。恐ろしい。勝手に話変えないで。アイメル教。あ、なんかムービー始まった。雲海をぼんやり眺めて物思いにふけてたところに、竜の背に乗る君の姿が見える。ああ、なるほどね。さっきのお別れしたところね。いや、深刻な悩みではないよ。教皇代理という重すぎる肩掛けをようやく外せたと思ったのに、貴族院議長に押し付けられた我が身を嘆いていた。モテモテだからね、アイメリッキョ。
英雄ともてはやされ、難題の解決を迫られてきた君の気持ちが少しだけ分かった。もう私ずっとお使いやってるから。根幹となる神話が崩壊したにもかかわらず、貴族制度を維持して二院制を採用した私を軽蔑するかい？しかもその頭目として再び政権に参加するなんて。いやもうそんなことないよ。軽蔑なんてしないよ。それはアイメリックさんが頑張ってきたからこそだと思うわ。ね、有能ゆえだよね。いや、こんなことを君に聞くのは卑怯だな。だが人はすぐには変われない。そのことを学んだからこそ私はこの道に選んだのだ。人と竜との関係同様、コートも少しずつ変えている。そうだね、いきなり貴族廃止は無理だよ。うん。子や孫たちの世代がより良い選択が選べることができるように、私たちが道筋を作らなければ、知っていった者たちに恥じる。話やで、ほんと。いいよね、言うのゆえの悩み言ってみたいな。スカウトされて止まんねえよ、とか言ってみたい。エーベル教から話を聞いたのが、エスティニアンが病室から姿を消したそうだ。好き勝手動くのは相変わらずといったところか。退院しちゃったね。勝手に強制退院しちゃってね。いつか君の旅路の中で奴と再び会う、出会うことがあれば、こう伝えてはもらえないだろうか。お前の故郷、イシュガルドを守りながら待っている。とな。友人関係やで。私も言ってみよう。みんなに言うわ。この配信の環境を守りながら、またみんなと話せるの待ってるぜ。パチッ。あ、失敗した。はい、書きました。みんなこれで私にキュン死にしたな。あー、また人を惚れさせちゃったわい。エティニア戻ってこれるかな。何それ、なんか、初めてのお使いみたいになってません？どこに行こうかなって今エティニアになってるかもしれん。まあ、まず墓参りでしょ。多分ご家族のお墓参り行くでしょ。で、ご家族の墓参り行った後は、今までのこう思い出とかをこう巡ったりしてるんじゃないかなとかって勝手に妄想してる。お邪魔。入ります。いよいよ赤月の決命の方が話が進む感じかな。こっちも一段落したし。審議長も気苦労が絶えないね。イシュガルドは新たな道を進み始めた。うん。未来を信じて歩み続けなければならない。うん、そうだね。そうだ、私たちも、アシエンとかのこともう忘れてたわ。ど忘れてた。え、待って、これ、アイメリック王のミニミニオンが、コートの新体制移行に伴い、循環飛行船の就航が、をしました。これよりイシュガルドランディングと各地、おー、やったー。え、なんかムービー入った？次のなんかに入るんかな？誰？あの闇の騎士？あの口パクやめてください。あれ、これもしかして竜の目拾おうとしてる？何話してるんですか？あ、電話してる。何やこの顔、悪そう。いや、これ、雲海の下に行った竜の目絶対拾うって、私も竜の目さ、あれ捨てるのおかしいと思うんだよな。あれ、竜の目さ、足とかで、えいって潰した方がよくなかった？またこいつら。了解だ、ブランヘルツ。もう引いてくれて構わない。いつものところで落ち合おう。なんか、兆候させてたか。どうやらことは予想通りに運んでいるようだな。なんや。ああ、問題ない。うろちょろとうるさいネズミ以外はな。あ、あれ、これ、あの子ちゃう？ねえ、アルミノくんの妹の双子の。はっ。サングレット！さあ、こちらへ。かっこいい。アリゼだ。あの野郎。放っておくがいい。我々は、我々の使命は果たして、お前たちいつか封印してやるからな。アリゼちゃんやん。懐かしの、もう一章で出てきてからちょっと存在が希薄になってる双子の子がいるんですよ。
蒼天の空に新たな希望が舞う。しかし深き森の陰で闇の態度は続いていた。何時にクリタルの輝き導きあらんこと。見えへんな、みんな。ごめん、見えへんと思うけど、続くって書いてます。おー、いやー、なるほどね、なるほどね。いや違うか、これどこ、なんでフォルタン家の騎兵なの。ここからがまあなんか休息って入ってあるから、一旦なんかまあ小休止というか、若干小休止が入って、次のあの闇の戦士たちのちょっと前に出てきたね、あの光の戦士あれば、それは闇の戦士もいるわなってことで、闇の戦士とのなんかこう戦いが始まっていくんでしょうね。で、あの感じなんか、実はことは予定通りって言ってたから、私たちが介入してこうなることも予定通りやったってことなんかな。どうなんやろう、闇の戦士はあの竜の目を狙ってるんじゃない。私やったらあれ竜の目取るけどなって思うもん。だからそう考えると竜の目また取られて悪用されそうな気はする。もうさ、あの千と千尋みたいにえいプチュエンガチョってやった方が絶対良かったと思うんだけど、違うんかなそこら辺はちょっとわからん、まあ、その時にはエチェニアにまた頑張ってもらおう。でその時にまたイゼルちゃんとね、もうマジであれ胸圧展開だったな。オルシュファンとイゼルちゃんが手伝って一緒に抜いてくれたのマジですごくな胸熱だったわ。でそこからのさ、あの抜いたって思ったらさ、あのそのニーズヘッグも人の意志、これが人の意志ってこう人の気持ちを感じて空に登っていったところも胸熱だった。でちゃんとフレーズベルク君の、あの目が戻ったことも安心でした。私がね、ちょっと元から強いから、強すぎる力持ちすぎるのは良くないですからね。いや、いい話でしたよ。いや、本当に私はマジで、冒頭はもう竜をただバッタンボッタン倒していく話だと思ってました。で、強行の悪巧みを倒してみたいな。それがよ、まさか竜と仲良くしていこうみたいな未来に行くなんて、思いもしませんよね。すごい展開だったな。敵だと思ってた人となんか手を取り合って戦って、気づいたら友達だって言えるぐらいになってるのってすごいと思いますよ。なんかそれがさ、なんか違和感あるとか全く感じずに自然に受け入れられるこのシナリオが私はとても好きでした。あの大変満足いたしました。ありがとうございます。ちょうどね、でも区切りもいいので、時間もね、3時間ぐらいになるということで、今日はね、これぐらいで終わろうと思います。またね、FF14 についてはまた来週ね、やっていけたらと思いますので、またその時にお付き合いいただければと思います。ちょっと時間的にはね、あの金曜ということもあって、毎回夜遅めになると思いますね、ご了承ください。ありがとうございます、アイミシュウヤキさん。先に、違う、またね、みんな間違えてるけど、参加希望のチャンネルポイントは、お疲れ様に使うものじゃないんですよ。ちょっとね、うちのリスナーさん、一部ね、勘違い、いや、ちょっと、あゆの小学さんも間違えてる。違う、銀さんも間違えてる。間違えてる。あ、忘れてたじゃないのよ。アイスボックスさんもいつも見ていただいてありがとうございます。でもね、違うのよ。忘れてた、いっけねえじゃないのよ。違うのよ。私が言ってるの、そうじゃないのよ。あの参加気分じゃなくて、おつろきとかでいいからね、あの気にしなくていいんだよ。あのそうか、しなきゃみたいなので、ポチポチとかってしなくていいのよ。みんな頑張らなくていい。テストに出るって言ってるでしょ。みんな0点取るよ、これ。気をつけて、ロキテスト出たら0点だよ、みんな。気をつけてほしいわ。ありがとう。今あの、ちゃんと強調でわざわざあの、チャットでまで伝えてくれるその愛情に感謝、サンキュー、ベリーマッチョ。明日は、夜はサブゲンやります。サブゲンで雑談配信ということで、グッズのイラストね、公開したいと思いますので。違うね。おつろぎって言ったら、参加希望でお疲れやってええんやろ、じゃないねん。違うねん。もう、あゆのしゃげさん、でも俺ももう一回送っとくわいって感じじゃないねん。ちゃうねん。いらん。20ポイント使わなくていいのよ、それで。もう本当にみんなうっかりさんなんだから気をつけて。テスト出るって言ってるでしょ、まったく。
まあというわけでね、ちょっとぷっくりしてみたところで、じゃあそろそろ終わりますかね。明日は夜は確実にやります。お昼はね、もしかしたら別ゲームちょっと楽しんでるから、そっちで楽しんでるかもしれないのでやらないかもしれません、ただ朝昼ぐらいに、まあ先ほどねちょっと話してましたが、チャンネルポイントリクエストでもらったイラストですね、皆さんの方にも公開するということで X の方で公開予定です。でアニメーションにしましたので、まあちょっと下手っぴながらというか練習中なんですが、まあ見ていただけると嬉しいです。ミケのヘルムちゃんを描いております。あんで原さん、もし表情でこの絵の静止画が欲しいとかあったら言っていただいたら出しますので言ってください。というわけで皆様、本日もご視聴いただきありがとうございました。みんなとねワイワイ楽しむのやっぱり楽しいですね。はい、引き続きどうぞよろしくお願いします。期待持たせれるぐらいのクオリティが分からんけど、でもめちゃくちゃ私的にはもうヘルムちゃんめっちゃ描いたからね、このヘルムちゃんじゃない、これじゃないって10人ぐらい描いたからで、ボツしまくってるから楽しみにしててください。というわけで皆様はぜひお楽しみにいただければと思います。というわけでお疲れ様でした。日曜日は何かするはず予定だったはず、はい、日曜日は何かする予定だったはずということで、改めてどちらもよろしくお願いします。はい、ググっていくで、ね、バイバイというか、その鳥ちゃんかわいいですね。はい、というわけでお疲れ様でした。おやすみ。